はい、どうも、今回はですね、まあ、ちょっと動画で番宣してたんですけど、まあ、大学生の子がね、天才大学生の子が、まあ、風呂行きましょうみたいな。で、今風呂上がってきてね、だいぶ T シャツで歩いてたもんね、秋葉。いや、マジで暑いっすこの時期に T シャツで歩いてたって。いや、でも今日はガチで暑いっすまあ、今回のテーマはですね、980円から2000万をになった秘密というか1年前980円の貯金と。そうなんですね。で、今2000万ぐらいと。今2000万ですね。1年で1年でなんですけど、まあ、厳密に言えば半年ぐらい。厳密に言うと半年で。なるほど、なるほど。まあ、知ってる、僕のあれを知ってる人は知ってるかもしれないですけど、ちょっと今ね、飲みながら、ちょっと大学生の子が仮面持ってきたんですけど、仮面で動画撮ろうと思ったんですけど、食えないっていう。今居酒屋で話してるんですけど、まあ、適当にざっくばらんに話していこうかなと。食えないとなるとちょっと趣旨がね。そうだねそう、今ちょっと食いながら飲みながらちょっとやってますんで、ご了承ください。まあ、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、はい、はい、最初のきっかけが俺の本買ったもんね。なんで本買ったんだっけ。あんま思い出せないですけど、うん、まあ、思い出せる範囲だと、うん、なんか、まあ、その自分でブログとかを構築していって、うん、なんか軽く商材を出していった頃に、うん、なんか自分がやってることが情報ビジネスだってことになんか気づいたんですね、うんうん、なんか誰かから言われたのを思い出す、うんうん、で、で、自分がやってることは情報ビジネスだって気づいて、うん、でもなんかその情報商材に関してすごいズームの素人だったから、うん、なんかそこに関しての指標が欲しかったんですよね、うん、で、自分がやってることが正しいのかとか、あとはそのやっぱやるかやられるかの世界かなと思っててなるほどね、うん、食うか食われるかって。そうだから、やっぱそこでの知識がないとやっぱり自分を守っていけないかなと思ったんですよね、うん、なるほど。そこでなんかたまたまそう情報商材って検索したら、うん、まあ、吉谷さんの本が出てきて、うん、まあ、なんか、まあ、レビュー見ると3ぐらいついてたんでまあ、とりあえずこれ買ってみるかみたいな。買ってみた結果、なんか分厚いのが来たまあ、それがきっかけでしたね。きっかけ、本を見つけたきっかけはそれですね。なるほどね。まあ、そこから本、まあ、Facebook でメッセージが来たんだよね、うん、俺ちょうど鹿児島にいて、うん、なんか吉谷さんの本買ったんですけど、会いませんかみたいなで、俺安くないよみたいな安くないよって言ったら、そう、覚悟はできてます。いや、初っ端の恫喝されたんでもう怖えと思だから俺も初めてだよ、なんか現金でそのバンみたいな、なんかタンスから出てくるみたいな。いや、でもあれ本当にあれしか貯めてなくて、うん、僕あれとあと残り2、30万しかなかったんですよ、うん、だからあれ、まあ、でもその100万投げた理由としては、うん、まあ、結局100万200万の市場じゃないと思ってて、稼ぐって何億稼ぐって知ってたから、この100万が例えばここでなくなってその後伸びないとしたら、その100万があろうがなくろうがどうせ伸びないってことなんですよ。この考えできる人本当少なくて、僕は。いや、でもラッキーだったと思うよ、うん、あの時は100万だったけど今180万やから、ね、いや高いでしょいやいや、だってこの前180万で売ったからマジかいや、この前俺180万の現金見たからで、こう持ってきてお願いしますみたいな。だから要は180万にした理由が、もう俺塾やってるやん、うん、だからもう 塾入ってくれって、コンサル基本的にあんま売ってないし、うん、いや、でも100万はやっぱ割に合わない。何が割に合わないと思います、個人コンサル。どういうこと。いや、もうちょい高い方がいいと思う、うん、だから100万だと、僕も100万で個人コンサルを、まあ、たまにやりますけど、うん、100万の個人コンサルはその相手からしたら高いんですけど、うん、こっちからすると、まあ、なんて言うんだろう、塾運営してるじゃないですか、うん、3人分じゃないですか。そうだね、大体まあ相場でいったら、もしくはキャンペーンだと4人とか5人ぐらいじゃないですか、だから 3から5人ぐらいの相場なんですよね、うん、でそれでサポートすればいいものをたった1人でそのような時間かけることになるから、うん、いや、そうなんだよね、うん、結局在庫ないから、いずれにせよ、うん、あの安い単価で何人かに売った方が楽っちゃ楽なんですよ、うん、だから1人で100万取っても、うん、3人から5人でやった方が時間的には効率がいいわけですよ、うん、そしたらやっぱり費用対効果が、まあ、費用対効果は悪いよ悪いっていう。だから、まあ、基本的にまあ受けてないよね、たまに、まあ、個別で会った時はやるけど、うん、で俺が180万にした理由が、なんか俺の本を買ってくれた人が
180万のコンサル受けてて、うん、吉田さんと本買いましたと、私が180万で受けてるコンサル内容が全部この本に入ってましたっていうメールもらったから、しかも女性ですよね。そうそう、おいおいみたいな。あ、じゃあ俺180万、俺本出してる本人が180万でいいやんと。で、まあ今は180万円、うん、なんか調べると、うん、情報商材の歴史を調べて紐解いていくと、うん、昔は本当くだらないものが売れてたんですよね。そうだね。だからその吉谷さんが1800円で出してる本あるじゃないですか、うん、2000何百円とか、うん、あそこに書かれてる内容が本当に200万近くの高額塾で売られてた時代があったんですよ。あったあった。で今でもやっぱりそのメールマガジンだけで展開している古いアフィリエイターの人とかが開く年一の塾みたいなのあるじゃないですか、うん、なんかそのドリームなんとかみたいなとか、うん、まあ、ドリームアカデミーじゃないですよ、ドリームアカデミーじゃないですよ、うん、ドリーマーズなんとかとかいろいろあるんですよ、うん、だそういういろんな塾とかアフィリエイターがやってる塾とか見ると、うん、結局教えてることってその10年前と何も変わんないんですよね。まあそうやね。で自分たちはそれでしか成功しないからそれしか教えられないし、今はもうパトロン業だからみたいな、うん、まあちょっといや、なぜ980円ですよ。ろくにだってデートもできないぐらいの金でしたからね。980円から2000万なんでなったの？吉谷さんのコンサル受けたからですよ。いや、それ待ってた、それは待ってた。そうやな。失礼いたします。はい、やべえな。すいません、ちょ、お冷やもらえますか？お冷や、私もありました。ジュース頼まんの？あ、いや、食べます、後で食べます。ちょっとお冷や入れないと再現なくなるな。メニュー、あれか、お一つでよろしいですか？あ、二つ、一応、はい、かしこまりました。こいつら、あ、すいません、箸もらっていいですか？かしこまりました、すぐお持ちいたします。すいません。こんな感じの垂れ流し系の動画でいいんですか？いや、全然大丈夫。大丈夫ですか？垂れ流しでもう先に言ってあるから、飲みながらライブ系のライブ系ライブラジオ、ライブ系の種類ですね。ライブラジオライブラジオなんで、今日のためにこれアプリ入れたからね、これ。あ、そうなんですか。120円。いや、おめえ、すいません。あ、もう一本、すいません。どっか大丈夫ですよ。大丈夫ですか？あ、後ろにありましたね。あ、すいません、ありがとうございます。これはなんか MP3 で録音できて、まあ、なんかデフォルトのやつだと MP3 じゃないですか。あ、なんかデフォルトのやつだとなんかあそこのアプリからしか見れないんですよ、ね、そうそうそう、あの iPhone のだから、これなんか MP3 でいけるから。あ、いいっすね。昨日、明日音声録音するかなんかねえかな。いや、なんか別に僕はメンターを作る必要はないと思うんですけど、うん、メンター作っておくと、うん、まあ、その人次第ですけど、その人がちゃんと考えてくれるなら、うん、自分の意見を言って反応がもらえるじゃないですか、うん、そこであのアウトプットもできるしインプットもできるから。いや、でも、あの、なんて読めばいい、天才大学生としか読んでないんだけど。もうそのままでいいです。天才、まあ、天才大学生は D 君とか D 君ね。秘密の D とか、秘密の D、 秘密の D。 まあ D 君は、まあ、俺すごいなと思ったのが、なんかね、自分でその質問の仕方がうまいよね。ああ、それは初めて言われましたよね。ありがとうございます。なんかね、その稼げない人の質問じゃないから、僕はこういう意見なんだけど吉谷さんどう思いますかみたいな。結局質問って自分が欲しい答えというよりは、その自分が求めているものの答えをあの炙り出さなきゃいけないみたいな。そしたら相手にもそのちゃんと伝えないと、うん、自分が欲しい答えっていうか、自分が欲しいもののコンテンツの答えが返ってこないんですよ、うん、例えばあの、まあ、メールマガジンやりたいんですよみたいな、うん、何でもいいですけど、うん、メールマガジンやりたいんですけどどう思いますかだけだと、いや、やればいいんじゃないで終わるんですよね。いや、そうやねん。じゃあそうやねん。いや、今の本当その通り。そうやねん。いや、普通に考えてそうじゃないですか。そうそう。だったら、メールマガジンやりたいんだけども、うん、どこどこを使ったらどういう効果が得られて、うん、で、どういうふうに流していけば、うん、あの相手からの反応を、だから僕としては1週間に1本ずつ考えてるんですけど、どう思いますかみたいにやったら、1週間に1本じゃ少ないよ、多いよっていう、うん、あとどこ使えばいいのか、いや、どこでも変わらないよっていう欲しい答えがもらえるじゃないですか。うん、メールマガジンやりたいんですけど、どう思いますかだったら、うん、何答えればいいねんで、やればいいんじゃないで終わるわけです。いや、本当にその通り。初心者なんだけど、何やればいいですかっていう。だから初心者だからこそ、まず調べなきゃいけない。いや、別に何やっても稼げるよって話なんだよ。だから、うん、例えば、その、
今僕はこれをやろうと思ってるんですけどどう思いますかだったらそれに対して見解できるんだけど、うんうん、何やればいいですかみたいな質問だと、いや何でも稼げるよみたいないややればとりあえずやれば稼げるよみたいな、うんまあ、だから質問の仕方がうまいって言われてでまあ、ちょっと衝撃的だったのは、いや俺はね、いや俺はだからその初心者のもう10年以上質問を受けてるから、いやでも結構10年以上質問を受けてきて結構あの質問の質が高かった。うん、あまあなんか自分が知りたいものを得るためにそのだからまあ何往復か必要なんですよね。だからメールマガジンやりたいんですけどどう思いますか。やればいいんじゃないか。うんあ、そうですか。じゃあ、どうやればいいですかって、こうこうこうやればいいよって。あ、本当ですか。じゃあ、どこ使えばいいですか。何往復もするじゃないですか。お互いに時間もったいないから。だから、もう長文でもいいから、とにかく伝えたいことを全部伝えて、で、あの考えを聞かせてくれ、あなたの考えを聞かせてくださいの方が、相手もあの時間取られないで済むし、自分も欲しい情報すぐ手に入るし、それでええやんって思うんですよね。僕はそういう考えだったんですよ。いや、でも、それはすごいと思う。まあね、あの、そうそう。この前なんか、まあ一応ね今活動名がヨモギウスさんねヨモギウスさん、うん、活動名は活動名ヨモギウスさんねこの前なんかお客さんからあのヨモギウスさんですよねみたいな天才大学生ってヨモギウスさんですよねみたいなあ特定まあこのラジオ聞いてる人あんまいないですからねまあまあでも2つのコンテンツを照らし合わせたら出てきますからうんあんまりそれでも見られてないっていうことが、あんまりユーザーが調べてないっていう。いやだからなんだろうな、初心者の人って調べないんだよね、うん。なんか自分で調べようとしないから。で調べたとしても、なんか調べ方が悪いというか。うん、あそうそう俺は多分俺の情報商材バイブルって、うん、多分何千人買ってんだよ。うん、でその中で。本当にね、会いましょうってメールが来たのが、多分2、3人だよね。2人、2人とか。いや、本当にスーパーだ。スーパー銭湯の世界だ。なんで会おうと思ったの？いや、まずなんか、まあ、僕はその人脈って言葉すごい嫌いで、うんうん結局人脈って言ってる人って自分個の力がないから人の力を利用しなきゃいけないと思ってるんですけど、うんうん、それにしても誰とも知り合わない状態はちょっとさすがに怖いなって思って何かっていうとそのだから指標がないから、うん、目標とかそのいわゆる指標とかがないと何をどうやっていいのか分からない、うん、つまりそのマップを持たないで歩いてる状態みたいな地図持たないでいわゆる田舎から東京に出てきてずっと歩いてるみたいなとこ分かんないじゃないですか、うんうん、でも地図あれば分かるし人にも聞けるじゃないですか、まあそうやね、だから地図が欲しかったんですよねだからその一度会って、まあ、その自分がやってることの答え合わせをしつつ、うんうん、まあコンサルというか、まあ、今後その自分が展開していくものに対しての、うんうん助言をもらいたいな、まあ、コンサルですかね、うん、してもらえるんであればいいかなと思ってなるほど、ねうん、自分の払える額であれば物理的に払えるから、うん、で別にその額が別に1000万とか2000万とかじゃなければ、うん、別にそれって情報商材の世界はすぐ回収できるものじゃないですか自分が、まあ、ちゃんとしたものを売ってようと売ってまいと、うんうん、そのおか動くお金の数はすごい大きいから、うんうんうん、だからまあそういう意味で、まあ、会わないことにやっぱ分からないんで、うん、会いたいなと思ったんですよね、まあ、それもまあ一つ違うよね、うん、なんであの本買ってくれた人結構いるけど、うんまあ、何万とか売れてないけど何千人は売れたけど、うん、来ないもんねだから僕もその塾やってますけど、うんまあ、僕はまともにしっかりと自分でエビデンス使って、うん、エビデンス持っててしかもちゃんと売ってますけど、うん、それでも売るときにやっぱ電話で入ってくる人もいますけどできれば僕は会って買ってほしいと思うんですねだから僕の本当であるっていうその真実であるっていうことをちゃんと見定めた上で納得して買ってほしいみたいな、うん、電話で買って、まあ、今クレームゼロですけど、うん、電話で買ってそれでなんか後悔してほしくないって思うんですよ、うん、なんかまあその原始的かもしれないけど、うん、自分がなんか変わりたいとか思うんだったらなんかインターネット上のいつも思うんだけど、まあ、今もね自分で商品売ってるか分かるけどなんかみんななんか騙されたとか、うん、なんかうまくいかないとかあるやん、うん、いやだったら
なんかうまくいってる人に会いに行って聞けばいいじゃねっていう、うん、だからこと投資の商品とかに関しては、うん、もう その人の実力をしっかりと証拠として見せて、うん、その場で見せてもらえなければ、うん、その人の商品買わなきゃいいわけですから、うんうん、だって僕がその扱っているブックメーカーっていう題材に関して言えば、うん、本当のそのエビデンスを提供している人は、うん、YouTube 上でマジで俺しかいないですから、うん、真面目な話、うん、もう僕全員に問い合わせた結果、うん、いや出せませんでしたからね、一点張りで、うんうん、だからなんだろうな、なんか自分が欲しいものがあるんだったら、うん、なんか足で稼ぐじゃないけど、うん、そういうの必要かなと思うんだよね、うん、そうそう、この前 LINE アット俺最近ちょっとやってて、はい、LINE アットのお客さんで、はい、なんかすげえ長文でちょっと落とさせていただいたのでなんかまあとりあえず騙されたみたいな、おで俺が聞いたわけよ、うん、でその人も、まあ、騙されたっていうことなんですけど、その人とはどれぐらいのご縁があったんですかみたいな、うん、なんか直接会ったりとか、うん、まあ、どれぐらいの縁だったんですかと、うん、なんか信じてる人に裏切られましたってい っていうなんかそんな感じだったの、うん、でその信じてる人っていうのは、うん、実はどれぐらいあったんですかと、でどれぐらい あの交流があったんですかって言ったら、いやネットだけですみたいな、いやいやいやみたいな、まあだからどこまで行っても、うん、人っていうのは相対であって信頼し合うもんだと思うし、結局そこで信用だから、自分がそこでもしあってですよ、うん、信用して裏切られたんであれば、うん、自分の見通しが甘かったっていうことで、まさやな、まあ、僕は騙される側が悪いとは言いませんけど、うん、それでもやっぱりなお、それでも自分が見込み違いだったっていう、投資したとこは間違えたっていう考えにできるわけですよ、あ、うん、ってなかったら、うん、自分の怠慢じゃないですか、うん、なんかそのやっぱね、動きたなんかやっぱ結局まあ何も動きたくないんだろうね、うん、まあなんか家でパソコンチェックして、うん、メール見て LINE アット見て儲かりそうだかな買うみたいな、騙されたみたいな、うん、お前会いに行けばいいじゃんみたいな、いや楽して稼げる方法は僕は教えられますけど、うん、でも楽して稼げる方法を教えてる人たちだけじゃないし、うん、ほとんどの人たちがその楽して稼げるよっつって嘘で楽して稼いでる方だから、うん、そうだね、うん、それはもう気づいたんですけど、うん、まあだから僕は本物を扱うっていうことに関してはめちゃくちゃ神経質ですね、うん、でもそれを人に求めるから、人に求めるんですよね、他人に、うん、だから他人に求めるから結局何が起こるかっていうと、叩く動画が生まれるっていうだけなんですけど、うん、あ、そうそう、あの天才大学生 D 君がですね、うん、ドリームアカデミアにちょっと講義の方を少し提供していただけると、サウナで何か言ってくれてたんだ、ああ、手間しますよ、まあ前からもちょっと話もらってたんですけど、まあちょっと、まあ、彼もね塾運営してるんで全部とは言わないですけど、まあ、一部、別にでもブックメーカーもありますから、別にブックじゃなくても別にいいかなみたいな、ブログで稼ぐための方法とかで、僕だって初動の段階で1日でその記事に鍵かけるだけに20-30万、まあそうね、50万ぐらい稼いでるから、そう、ね、それでもそれだと本当無料ブログでできることじゃないですか、うん、いやでもね、あれやね、まあ それでもいいよ、うん、それでもいいけど、結局俺も最近思うんだけど、できないんだよね、みんなやんないから、書かないじゃん、いやだから吉谷さんが言ってたコピーライティング道場ってあったじゃないですか、あれなんでみんな入んないんだろうと思って、まあ、あれに入れば稼げるわけじゃないけど、うん、あれで学べることって多分すごいあるし、うん、うん、だってコピーかければ結局、まあ自分コピーからだもんね、ブログだけだもんね、僕だって小学生の時はコピーかけましたから、うん、だからそれもなんかインターネットにマッチングしてたんだと思う、うん、だからまあさっきもね風呂場で話したけど、やっぱコピー最強だしね、だから俺は動画がね、うん、吉谷さんみたいに動画撮れる人いないじゃないですかみたいな、いやあんな1日20本もなんか量産っすよマジであれ、いや俺ね、ほん、はい、俺本気出せば100本ぐらい作れるから、ね、マジでだあれ量産っていう言葉がまさに似合ってる動画製造機みたいな現金製造機動画製造機みたいな、たまに音編集されてる、うん、みんなできないから、じゃあウェブ上って全部文章でできてるからさ、基本だってウェブ検索がもう基本的に文章やん、いやそうなんですよね、ただその文章の中に例えばその、まあ、僕もブログ書いてるわかるんですけど、うん、2000文字ぐらい書くとやっぱ文章だけだと疲れちゃうんですよ、うん、で疲れるってのは読む側がですね、うん、書く側も疲れるし読む側も疲れる、そこでやっぱり500文字とか1000文字の段階でそのイメージ画像だったりとか、うん、まあ、よくアフィサイトがあるじゃないですか、うんうんうん、でそのイメージ画像じゃなくてちゃんと自分で作った写真、うん、作った写真が作った図とか、うん、
例えばブックメーカーだったらその入出金のやり方を例えば図で説明したのも1本入れとくとか、ね、そういうのとかあるだけで全然違うんです全然違う、ね、全然違うんですよ。だからその文字の中でそのいわゆるその図で自分の頭の中に入っている 図をちゃんと出していくとか、うん、そういうあと動画も入れていくとか、うん、そういう要素があるとあのどんどん充実していくし、うん、だからまあ稼いでるアフレーターさんのブログとかもちゃんとなんかもう一語一句スクショして、うん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 、なんか赤で囲ってここをタップとかねやってるもん、ね、いやだから儲ける方法は稼いでる人のまず真似から入るしかないんですよ。そうだね、うん、稼いでる人の真似から入ってだからそのメールマガジンやりたいならもうメールマガジンをどんどん取っちゃえばいいんですよ。いろんな人ね、まあ、さっき言ってたのね自分も、うん、今ステップメール書こうと思ってるんだけどステップメール取って、ね、どういう切り口で入ってるのか見てそう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 で結局だその人が売ってるのが詐欺だろうが本物だろうが自分は本物を売ればいいわけだから、うん本物を売る上でもやっぱ本物だけど、買うかどうか迷ってる人たちに対してちゃんと、うん提案していく、うんまあ、提案ですから、うん、提案ね、うん、いやでも提案だと思うよ、うん、だからアフリエイトとかもいや A と B あるけどどっちがいいとか、うん、なんかもう提案っていうかなんかその人に合ったものを提案していくだけだから、うん、僕はその今やってる塾始めてもう一度たりとも勧誘は絶対したことないんで、うん勧誘はその相手からなんて言うんだろうな相手の選択肢を狭めるイメージなんだけど、うん、そうじゃなくて提案っていうのは相手のその未来を広げてあげるイメージがあると、うんまあ、僕は別にどっちでもいいと思うんですよ。ただその人が人生豊かになればいいと思うし、うん、それでよって自分も豊かになればいいと思うから、うん、だって結局サウナ入って温泉入ってるだけで楽しいだけじゃないわけじゃないですか人生なんて。そうだね、うんいやでも最近久しぶりに水風呂張って死にそうだったね。うんうん、水風呂入ったとまたサウナ入るんでしょ。また水風呂入んのかなと思って。いや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 。さすがにあの冷えたままでちょっと上がれないなっていう。いやもう。まあ今自分のコンテンツ販売してるじゃん。はい。で、そのなんだ。まあいろんな人が来てると思うけど、うん、なんかそのうまくいく人とうまくいかない人とか、まあ、なんかもう1000万稼いだ人もいてるんでしょ。いますいます。あそれは100万で取った個人コンサル生なんで。おお。じゃあもうなんかもうあれだね完全に個人なんですけど、うん、まあ入塾者で100万達成した人も何人かいるんですけど、うん、100万では5万円ぐらいかな、うん、でも数ある投資の中で5万円を100万円に数ヶ月とか半年単位でできるものってもうブックメーカーぐらいしかノーリスクでやるのはブックメーカーぐらいしかないんですよ本当に、うんうん、FX もやっぱりそのドカンあるし、うん、株5万からって絶対増えないから、うん、そんな短時間じゃ、うんうん、でもブックメーカーで0から1を作るっていうのはすごくいいんですけど、うん、成功する人と失敗する人の違いは、うんまずすぐ諦める人は失敗します。あまあまあねまあそうだよね、うん、じゃあ なんで D 君は諦めなかったっていうか、うん、普通にできるの。僕ブックメーカー始めたその月に20万負けたんですよ、うんうん、親にもやめろって言われて、まあ、だって親に借金するわけですよね、うん、だって貯金900円ですから。そうだね、貯金クレジットカードを切り崩して入金して上で20万負けてるわけですからもうジャンキーだねもうなんかもうなんかカイジのもうオワコンみたいな。もうブックカスですよでもうその前はパチスローとかやって負けたりしてたし、うん、だからなんだろう、なんで諦めなかったかって言ったら、うん、結局諦めるところって全てが見えた後に諦められるかどうか決まるわけじゃないですか。例えば何かを理由で退場しなきゃいけないとかね、うん、それだったらしょうがないですけど、うんまあ、ブログアフィリエイトにしても3年やってみて、うん、結局なんかみんな1年ぐらいで大体こんぐらい出てるのに俺出ないセンスないんだやめよう、わかるじゃないですか、うん、スポーツ選手目指してみて10年やってきて成功する人失敗する人見てきて、うん、あ自分はここがダメだからセンスがないんだやめようとか、うん、自分なりの理由がつけられるじゃないですか、うん、ブック始めて1ヶ月で理由つけられない状態で、うん、確かにギャンブル寄りだみたいなね、うん、金融商品じゃないじゃないかみたいな、うん、そういういろんな話あるけど、でも1ヶ月で決められるようなものじゃないと思ったんですよ、うん、なぜなら胴元はいるにしてもやってる人たちは人間同士だし、うん、オンラインカジノではないから、うん、カジノじゃないっていうことは、うん、ちゃんとしたなんていうんだ、裁量と手法を組み合わせて、うん、ちゃんと見れば、うん、それはもう自分の裁量で決められるようになるだろうなと思ったんですよ、うんうん、
っていうのが自分の中であったから、まあ、あとはもう好きだったんでしょうね単純に、なるほどね。あとはそのなんか自分で記録つけてるとやめらんなくなりますよね。あ、まあでも分かりますけどね、すぐやめたくなるっていうのは。いずれにせよ人はやっぱ弱いから、続けられないよね、みんな。いや続けられないんですよ。だこの前さ、お問い合わせ来て、なんか 俺と出会って2年経って俺の商品も結構買ってくれてて、だけど、まあ、全然続けられなくてすいませんみたいなそう、なんかあのメール来てて、いや謝る必要はないけど、なんかまあ、あの何でもいいって言ったらあれだけど、なんか決めてずっととりあえずやってみればいいんじゃないかなと思うんだけど、ね、そのいやっていうかそのなんだろう、数ヶ月、1ヶ月2ヶ月で諦める人って、その、あの、なんて言うんだろうな、その期間だけで例えばその今すぐだから野球僕が始めて1ヶ月でメジャーリーグのバッターボックス立てんの、まあ無理だね。だまあでもまあそんなことだよね、だからそれをだから物理的にやろうとしてる人たちが1ヶ月数ヶ月2ヶ月で諦めちゃうんですけど、あの何でもいいんですよね本当に、何でもいいからまずはそこで行動して失敗しながら学んでいって、あの最低1年、石の上にも3年って言葉あるじゃないですか3年とは言わないですよ、でも1年間追求したら、だって1日 まあ、それに対して2時間かけたとして、1年間で700時間以上取れるわけですよ、そうやね、730時間ですか、730時間、1日2時間追求するだけで730時間取れるんですよ、730時間取れるって言ったら、もうあの結構いろんなことは分かってくるわけじゃないですか、そうだ、ね、730時間やればまあ、分かるよねっていう、いや分かるよ、いやだからなんだろうな、結局まあ俺のお客さんもそうなんだけど、なんか最終的に会社辞めたいって言うんだけど、結局何かに時間は使ってるわけよ、だから何に時間を使うのかっていうのはすげえ大事かなっていう、なんか会社で例えばまあ会社で働いてて、まあ、時間使うやん、でも絶対そのあの給料100万もらえるって結構難しいじゃん、難しいですね。じゃあ10年働いても給料手取り100万もらえるかって難しいじゃん、じゃあ10年例えばネットビジネスとか時間使ったら絶対100万俺稼げると思うんだよ、結局時間を使うから、あの文系の大学4年間での500万かかって、初任給20万以下なんですよ、そうやね、ネットビジネス、そのだから僕脱サラしたい脱サラしたいってよく聞くんですけど、よくみんな言うじゃないですか、脱サラしたい脱サラしたいって、脱サラは別に脱サラをして、ネットビジネスを始めるのは僕は、まあまあ、ここだけバカのやることだと思ってるんですよ。おう、まあ、なんでかっていうと、基本的に後ろ盾がなくなるわけですよね、で僕は大学生っていう後ろ盾があったからできたけど、結局就職してる人ってもう自立してるし後ろ盾がないわけじゃないですか、で、まあ、そのだからなんか後ろ盾がない状態でもう辞めちゃったら、もういわゆるもうプレッシャーがきつくなるわけですよ、そしたらアイデアも働かないし、新しくそのいわゆる何かのその連想することもできないし、行動してなんかその余裕を持って行動もできないわけですよ、で時間とかまあお金もそうだし、お金の余裕がないとやっぱ人間あの自由が効かなくなってくるじゃないですか、精神的に。だからそれの状態でやるよりはちゃんとその仕事をしながらある程度形を作って最低30万50万ぐらいは半年間ぐらい安定して稼げるようになってから脱サラしても僕はいいと思うんですよね。だからそっちの方があのきついと思うんですよ。どうきついかっていうと、やっぱ脱サラしないで仕事しながらその副業としてやってるってことは、あの仕事を辞めたらさらにその副業にレバレッジを効かせられるっていうことの裏付けになるわけですよね。だったらまず仕事をやりながら2時間ぐらい、毎日2時間ぐらい、毎日2時間のめっちゃきついんですよ。8時間働いて帰ってきて、まあそうやね、2時間って考えたら数字上は簡単ですよ、机上の空論で言う、だけど実際には休憩する時間と寝る時間と飯食う時間とかいろいろあるわけですよ、まあそうね、睡眠時間と休憩時間って違うんで、ブログ書いてる時もちょっと疲れた休憩ってあるじゃないですか、 ね、あの休憩時間って結構めっちゃ長いんですよ、人によるけど、僕も結構長くて、1記事書くのに2時間とかかけるのだいたい30分から2時間 YouTube みたいにしてますから、その時間も重要じゃないですか、人にとっては。
ってことはそれも計算したら1日の作業時間、うん、2時間の作業するためには4時間必要なんですよ、うん、って考えたら結構きつくなるじゃないですか、うん、2時間なら簡単だけど4時間作業の時間当てると結構きついんですよ、うん、でもそれをして月々30万50万安定的に稼げたら仕事なくなったらもっと稼げるでしょってことなんですよね、うん、逆に言えばその2時間で2万とか1万とか2万しか稼げないのに仕事辞めた途端100万稼げるようになるのかって話ですよね、うん、まあそうやね。そしたら脱サラした状態で、うん、いわゆる自分にプレッシャーかけた状態でその何か始めるっていうのはもうバカなやることですよね。なるほどね。だからよくなんかその起業家とか、うん、まあ、ネットワークビジネス起業家とかがよく言ってるのは、うん、まあ、高いものを買って自分を追い込めみたいな、うん、いやいや それは違えだろう、うん、まあ、僕は思うのは、うん、結局高いものを買える状態になってそいつが高いものを買ってレバレッジ効かせてるかもしれないけども、うん、もう本当に初動の段階では何もないわけだから、うん、仕事をしながらやるしかないですよね、うんうん、でも、うん、じゃあ逆に今のあれで質問したいんだけど、まあ俺はその、まあ、教えてるやんいろいろと、うん、でじゃあ仕事をしながらできないわけよみんな、うん、じゃあこれじゃあできるためにするためにどうしたらいいと思う？ああなるほど。そう逆に否定じゃなくてその頑張って肯定していくっていう、そうそう、じゃあそのじゃあその意見を受け入れたと、うんうん、確かに。でじゃあその4時間とか2時間を毎日やるためにはどうしたらいいと思う、うんうん、無駄な時間を減らすんですよ。あんまり例出したくないんですけど、うん、なんていうんだろう、あんまり例出したくないんですけど、やっぱりその身近な人で、うん、まあ、そのあえて言いたくないんで言わないですけど、身近な人でやっぱりその日常的にテレビを見てる人とかいるんですよ、惰性で、まあ そうだね、そのテレビを見てる時間、うん、部屋片付けられるでしょとか、うん、テレビ見てる時間、うん、その本読めるじゃんとか、うん、本がめっちゃ棚にダーってあったりして、うん、いやこれ本読めるじゃんみたいな、うん、部屋汚い、うん、いや片付けられるじゃんみたいな、うん、でもテレビ見る時間もそういう人にとっては大事なわけですよ、うん、だからそのテレビ見るのといわゆるそのビジネスをやるのどっちを天秤にかけるのってことですよね、うん、でも結局自分の人生だから何でもいいと思うんですよ、うん、テレビ見ても楽しければそれ撮ってはいいと思うんですよ、うん、だけど脱サラしたいんでしょっていうことなんですよ。だからそれを市場命題にもう第一に置くんだったら、うん、テレビ見てる時間ないじゃんっていう、うんうん、そうやな。だからそのいわゆる脱サラ考えてるんだったらその半年間会社の飲み会を多少でもサボっていくしかないし、そこはしっかりとした自分の意思があれば断れるはずなんですよ、その本当に重要なところ以外はね。まあそうやね。そしたらそこ断りながらこいつ付き合い悪いなって思われながらも、うん、そこに対して黙々とやってなおかつ仕事も頑張るみたいな、うん、仕事で取り返すその飲み会の分は、うん、そんだけストイックにやらなかったら逆にその普通の人はできないと思う、うん、だからまあその時間だよね。なんか俺もまあ東京来てまあ明日鹿児島帰るんだけど、うん、電車やっぱ乗る機会がすごく多くて、うん、なんか電車乗ってると周り全部見るの。俺人を観察すごい好きだから、うん、だからみんなそのサラリーマンとかの通勤時間に会うと、まあ、ぼーっとしてる人もいれば、うん、スマホいじってる人もいれば、なんか寝てる人もいれば、こうやってる人いますよ。そうそうそう。で、なんかぼーっとしてる人もいるの、うん、で、俺はその移動してる時間何かやってるの、うん、なんか音声教材聞いたりとか、うん、あとなんか集客するために何かやったりとか、うん、だからその時間ってみんな24時間しかないじゃん、うんうん、だからその中で何やるかしかないから。そうなんですよ。で睡眠時間ってやっぱ個人差あってそれは変えられないじゃないですか、身長とかと一緒で。僕は8時間寝ないと気が済まないんですけど。いや俺もそうやね。6時間でも済む人いるんですよ。だいたい誤差2時間って言われてて、4時間の人ってだいたいどっかで寝だめしてるんで、だいたい6時間から8時間なんですけど、8時間の人8時間の人なりにいわゆる他の部分頑張んなきゃいけないわけじゃないですか、それはもう持って生まれたものだからしょうがないから。そしたら他の部分で調整するしかないし、でもその2時間は作り出せなくはないと思う。4時間は、まあ、4時間ぐらい、うん、休憩時間入れて4時間ぐらいを頑張れば作り出せなくないと思うし、うん、もしくはそれを作り出せない環境にいるんであれば、そこを変えていくしかない。まずは環境を変えないと自分は変わらないと思う、うん、なるほどね。だからなんかそのまあ無駄な時間ではないけど、うん、なんかその全ての時間にレバレッジかけるじゃないけど、なんか前その吉田さんの本をトイレに置いてクソしながらアイディア2つ、ありましたね、そんな時期が。なんか言ってたやん、うん、だから、うん、うんこする時間もあるやんや、うん、そこで本読んでアイディアを出すかうんこ出してるだけかっていう。いや僕一時期本当に、うん、本当なんか何もやる気なくて、うん、部屋にいる時はずっとこもってゲームだけやってたんですよ、うん、数ヶ月ぐらい前なんですけど、うん、部屋にこもってずっとゲームだけやって月に 2,3 回セミナーやるだけだったんですよ。ブログもやんないし YouTube やんないしみたいな、うん、でこうやってやってたら、うん、なんかそのトイレ行く時だけは本を読もうと思って、うん、トイレ行く時だけは本を読んでて、うん、でそこでやっぱアイデアとか出てくるとまたブログ書きたくなったりするんですよね、うんうん、だから
まあ、別に その時間だけでもいいんですけど、うん、何かその時間を当てる、例えば今僕も株式投資の方持ってきてるんですけど、おすごいじゃん。いや、あのこれ普通にあの吉谷さんがその秋葉に来るんだったら、うん、ほら吉谷さんが秋葉に来るんだったら、うん、まあ、あの10分ぐらい誤差あるかなと思って、うん、あのその間こうやって立ち読みしてるだけでも、うん、僕まだこれはこの本に関してはまだ1ページ目なんで、うん、今日新しくなったんで、うん、そしたら1ページ目って初めってなんか読み始めづらいんだけど、3ページ目まで読むとさーって読めていくじゃないですか。だから初動の段階この読んどけば後でまた入りやすいなみたいなとか、なんかそのちょっとした隙間時間をどう使うかって結構大事だよね。要はまあ何かを削るか隙間時間絶対あるから、うん、隙間時間削るとモチベーションが湧いてくるから、うん、隙間時間で得られる情報って少ないんですけど、うん、そこで自分に刺激与えるんですよね、うん、刺激脳に刺激与えて違う情報を入れることによって、それによってモチベーションで他の能率が良くなったりする、うん、と思うんですけど、だからまあ、まあこれ聞いてる方はまあ、まあ僕たちみたいにね、あの、うん、フリーでやってる人は少ないと思うんで、うん、あれなんですけど、まあ最初の段階はやっぱなんか、まあ、さっき D 君が言った通り、うん、それしかないよね。それやらないで無理じゃない、うんうん、あとはその自分に言い訳作ったり頑張ってるふりをする人は絶対に成功できない。まあ、いろんな人見てきて思ったんですけど、うんうん、嫁に相談してみますって言葉聞いたことないですか？ああるね。嫁に相談してみますって聞くんですけど、お前の人生動かしてんの嫁なのかって話なんですよ。いや俺もね、俺ね昔からめっちゃ嫌いのがあって、あのそのまあなんかそのまあ中学校小学校からなんだけど、うん、なんかその親を出すやつがめっちゃ嫌いで、お前親が死ねって言ったら死ぬんかいって話で、いや親がみたいな、なんか親を盾にしてやるやつが、まあそのビジネスやってない時からだよ、なんかすげえ嫌いで、いやお前親の人生なのみたいな、お前の人生なんだお前が決めろよって話で、なんか俺はだからその中学校からなんか思春期の時から親からも出たいなっていう思ってたけど、なんかそういうのあるよね。でもこの前すごい人がいて、うん、大阪セミナーやって、うん、あのコミュニティに入った人がいたんですけど、うん、その人は大阪セミナーに来て、うん、嫁をクロージングしますって言ったんですよ。で、あ、この人すごいなと思って、うん、いわゆる嫁に相談っていうのは嫁の方が、うん、あの立場が上なんですよね、うん、プライオリティが嫁のが高い、イニシアチブ嫁が握ってる状態の絡み方なんですよ、うん、だから嫁が上にいるか下から行く感じが相談なんですよ、うん、だからいわゆる日本とアメリカみたいな誠にいかんみたいなそういうなんか感じなんですけど、うん、そうじゃなくて嫁をクロージングするっていうのは対等ないし自分がちょっと上なんですよね、うんうん、まあ、その人はあの入会して今も頑張ってブックメーカーやってるんですけど、うん、あの嫁に相談するっていう立場にいる以上、うん、もう無理なんですよね、うん、だって嫁の方が上だから、うん、嫁に財布の紐握られちゃってるってことはもう、うん、いわゆるもう旦那として、うん、そのいわゆる嫁さんに管理されちゃってる状態なわけですよ、うん、でそれで嫁さんに慕われてんならまだしも、うん、完全にもう下僕みたいなイメージだとしたら成功へのビジョンまず見えなくないですか？そうだね、うん、だって自分の人生は嫁が握ってるみたいなね、うん、だってそんな人から商品買いたいって思うかって話ですよ、うん、まあまあそうだね。そしたらその人が成功する、まあ別に何でもいいですけど、投資とかでも何でもいいけど、成功するためにはまず個性を持たなきゃいけないじゃんって思うんですよね、うん、だから自分に言い訳してたりとか、うん、その何か障害があったらまずそれを取り除かないことには話にならないですよね、うんうん、部屋ほこりっぽいなら掃除するしかないわけですから、うん、そうね、うん、そうそうそう、なんかそう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 、なんか最近その仮想通貨のなんか出てたじゃん、うん、なんかあの温泉でもちょっと話したけど、あ、めっちゃありますね。俺仮想通貨が嫌いなのがなんか、うん、人頼みなのがすげえ嫌で、うん、いやそれでなんかそのトレーディングして自分のスキルでトレーディングでチャートを見てなんか利益を作っていくんだったらまだしも、うん、なんかそのこれを買って上がるか下がるか、上がってくれみたいな、上がるかなみたいな、うん、いや人任せやんそれ、なんか俺それが嫌いで、うん、てかあれってもうあのネットに全部無料で落ちてるし情報は上がるか下がるかなんて、うん、あの誰も分かんないじゃないですか。いや分かんないよ、神でね、あのウォーレン・バフェットでも分かんないと思うだからあの分かることとするならば上がるであろうっていうね、うん、でしかもあれってあの何が嫌かって雑所得で 50% し、うん、あの取られちゃうんですよ税金で、うん、日本の法律で、うん、それもあるし、うん、
あとはまだそのあれで不動産を買うことができない、うん、ビットコインで、うん、不動産を買うことができない、うん、っていう意味で、まあ、確かに新しくて面白いんですけど、うん、まあ、なんだろう、情報商材の餌、ネタネタだね。情報商材の新しいネタネタだね。転売、セドリが出た頃はセドリ、うん、その後 FX、競馬、ね、ブックメーカー、うん、でここに来て仮想通貨、うん、でまた次に新しいの出たらそれじゃないですか、うん、だからそうやってまあどん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  やっていくのはいいんですけど、なんかここだから仮想通貨出て、お、仮想通貨、仮想通貨見て行く人はもう成功できないでしょっていう、うん、なんかね、あれなんだよね、みんなブレるんだよね、うん、まあ、よく特撮映画とかで、ね、うん、あるんですけど、うん、最新機種のマシンをその若いあのパイロットがこうやって乗るとかあるんですけど、うん、隊長とかが急にその映画の終盤の佳境に入ると、うん、古い戦闘機持ち出してきてマニュアル走行で自分で運転しだしたりするし、あ、あるじゃないですか、ね、ウルトラマンとかあるじゃないですか、うん、でもあれだと思うんですよ、あの結局僕吉谷さんにドリームウィーバーもらって、うん、これ僕が生まれた頃のショフトソフトじゃないですかとか僕言ったことあったじゃないですか、うん、でもそんなわけないんですけど、でも相当前のもんなんですよ、うん、2000何年の10年前です、ね、でもそれを使って今お金を作ってる人がまあここにいてるわけですよ、で僕は使いづらいと思ってやめたわけですよ、うん、でも僕が今から始めるんだったら新しいドリームウィーバーだったり他のいわゆるソフトを使った方がいいかもしれないですけど、うんうん、あの昔からやってる人にとってはもうそれでお金作れるわけだから、うん、その人のレベルになればお金は作れるわけなんですよ、うん、だから極論言っちゃえば何でもいいわけなんですよね、うん、何でもいいけど今から入るんだったらこっちの方が簡単だよねっていうのはありますけど、うんうんうん、だから極めちゃえばもう何でもいいんですよ、そうだよね、だから何を極めるかは別に大事じゃない、うん、どう極めていくかの、あのフローのが大事、うん、そうだね、かなと。別に今からブログアフィリエイトだけでも頑張ろうって言ったら敷居は高いですけどできなくはない、うん、いや全然余裕だ よ余裕って言ったら語弊があるかもしれないけど、うん、なんか要はそのちゃんと1日例えば2時間ブログアフィリエイトにちゃんと1年やってれば、うん、こう稼げないとこないと思う、もし稼げないんだったらそれはちゃんとしたノウハウだったりやり方を勉強してない、もしくは改善してないってことじゃん、うんうん、自分で考えてない、言われた通りにただやってるだけみたいな、うん、ちゃんとテストして検証して改善して1年やって稼げないってことはまずない、うん、てか逆にそれで稼げないんだったらセンスなさすぎかなと思うまあだから、まあ、誰でも月収100万円とは僕は思わないですけど、うん、少なくとも今稼げてない人の9割以上の人は一つのことに集中するだけでお金は稼げるようになると思う、うん、なんかね、一つに選択できないんだよね、うん、そう。だって、何でもやればそれなりに良くなるじゃないですか、まあ、人間って、そうそうね、毎日だってストレッチやったらどんどん体柔らかくなってくるし、いい例えだね、いい例えだね、まあ、普通に確かに、いい例えだね、誰でも毎日あの走ってたら走る距離って80、60歳でも多分どんどん増えていくと思うんですよ、距離って、うん、初め1キロしか走れなかった人でも2キロ3キロになっていくし、うん、でそれって多分脳も一緒でどこかで自分で寸断してるんですよね、私にはもう無理みたいな、うん、僕があの70歳ぐらい あのおじいちゃんが、うん、あのまあ、僕がフロントで売ってた商品買ってくれて、うん、後でそのなんか、まあ、無料コンサルつけてたんで、うん、あのカフェコンサルしてくれた、支援も来てくれたんですよね、うん、それで僕は、まあ、あの自分の塾をお勧めしたんですけど、うん、あのいやそこには入りたくないからなんとか無料で無料でみたいな感じでなんでそんなに拒むんですか、別にそれでもいいですけど結局今回お話しして終わりですよみたいな、うん、それで帰ってできるようになるならもうテキストに書いてあることでできるじゃないですか、うん、言ったらもうすごいんですよ、もう紙画用紙1枚にバーって質問書いてきてそれ全部メモって帰っていこうとして、うん、でそれでやって帰ってできなかったらどうするんですかって、もうそしたら諦めますみたいな、うん、いやいやだったらこの努力全部無駄やんみたいなそこでその程度で諦めるんだったらこの頑張りすら言い訳のための材料でしかないだなるほどね、だから全ての人のでなんでそうなんですかって言ったら、いや僕はもう70だから追い先が短いからみたいな、うん、もうだから今から頑張ってもしょうがないんだみたいなこと言うわけですよじゃあなんであなた来たのみたいな何しに来たんですかみたいななるほどね、うん、
だからその自分から言い訳作る人が本当に嫌いだから、うんうん、ちょっと強く当たっちゃいましたけどね、その時は、うん、な何言ってるんですかみたいな、うん、あ、なんだろうね、難しいな、愛を食べて、いや、いいですか、すいません、いい、これうまいですね、うまいね、うまかったじゃあ卵をもう一回頼んだよ、卵、はい、卵いや頼みました卵も頼んだ、うん、卵好きでしょ、卵美味しいですよね卵好き、うん、でもなんか俺はさ、もう10年間やってたから、うん、その売り上げの管理画面とか見てて、うん、もうその実感してるし、まあ、その何億っていうのも一応経験してきてるし、うん、でも自分全くないわけじゃん、うん、で今もうなんか半年ぐらいで2000万になったわけじゃん、うんうん、それまあなんか、まあ、やればなんとなくは分かってたとは思うんだけど、うん、それ生き切れた理由っていうの、いや、なんだろう、基本的になんかほとんどの人がその、まあ、その稼げるんだろうなとか、うん、なんかそうイメージは湧くやん一応、うん、でそれで入ってくるわけじゃん、でも生き切れないじゃん、うん、なんだろうな、だ例えばなんだろう、俺もドリームアカデミアで一番早いのはセミナーやれば稼げるよってことは言ってるわけよ、うん、で自分も、まあ、俺もアドバイスしたけど、うん、最初人生で初めてジョイントでセミナーしたやん、うん、でそこでセミナーのやり方バーって教えて、うん、その後素直にすぐセミナーやったやん、うん、とかなんかやれば、まあ、絶対収益上がるのに、うん、みんなやんな、なんかそのやればいいのになと思うんだけど、なんかまああのだって月収700万いったのもセミナーを取り入れたからでしょ、うん、そうですね、あれはセミナーでレバレッジ効きました ね、セミナーとあとはあのいわゆる代理店営業と、うん、あとはその自分のコンサルですね、うん、だけど、まあ、結論なんで、まあ、生き切れたかって言ったら人のいいところを、うんまあ、自分に取り入れていってオリジナル化していったから、うん、だからそこに関してはまあ正直綺麗事は言えないかな、うん、だからまあ才能があったのかなって自画自賛するわけじゃないけどいやだって全員が半年に2000万稼げるなんてありえないじゃないですか、いや、まあ、ないねだからそこに関してはもう綺麗事は言えないじゃないですかさすがに、うん、なんかまあ天才だからね、うん、いやさすがにそこはもう言い切れないですよね、でもみんな誰でも誰でも半年で2000万はきつい、それはきつい確かに、うん、だけど、まあ、単純にコンテンツメーカーだったっていうことがまず一つ、いやだから そこなんで、だから、うん、吉田さん今無料レポート作ってますとかレポート作れたりとか、うん、要はコンテンツ作れたじゃん、まあそのブログから入ってたっていうのもあるんだけど、はい、そのコンテンツが作れるっていうのが俺はね最大の武器だと思う、で今最近ブログ書くのめんどくさいんで、うん、その無料コンテンツにしたものを引用してブログに載せてますから、ね、なるほどね、でもそれ SEO かっていうかもうそのブログにはのレポート自体はネットに出てないじゃないですか、うん、ネットに出てないってことは SEO 引っかかってないから、うん、あの載せても悪影響にならないから、なんなんだよね、もうほぼもう完全新規の文字体として全部認識されるわけですよね、うん、だからもう全部コピーして貼ってますけど有料で売ってたらもう全部コピーして売ってるっていうただその無料レポートもまあ今も配ってますけど、まあ、のそれ受け取って、まあ、僕に連絡してこない人の数が成功した人の数かなと思うのは、うん、あのまあ、明らか本当のこと言ってるんだけど、うん、まあ、レポートですごい大切なこと言ってるんですけど、うん、まあ、多分それは全部読む人がまずいないんですよ、あ、多分吉谷さんの本何千も売れたんでしたっけ、そう、まあでもね、あのこの前もなんかお客さんいたけど1年前にあれ出したので、なんかライブやってた時に吉谷さんと本買ったんですけど本棚に置きっぱなしなんでまた読み返してみます、そんな感じで、あれ何本売れたんですか結局、いや多分ね2000本ぐらいじゃない、2000本くらい買われて、多分読破した人1000人いないと思う、いや多分ね読破した人は多分ね数十人じゃない、あ、いや数百人いるけど、うん、でも読んだだけみたいな、うん、多分読んだだけで終わりだね、うん、多分あれだからそうなんですよ、だから僕のレポートも読んだだけで、うん、あの終わっちゃう、あ、すいません終わっちゃうんです、あ、すいません、これもう一つでいいですかね、申し訳ないです、終わっちゃうと、確かにね、うん、だからまあ稼げる人って自分でまあできちゃうからね、うん、まあ、コンテンツメーカーだったっていうことと、うん、あとはその、まあ、吉谷さんのアドバイスだったり他の人のアドバイスだったり、うん、あとはお客さんのアドバイスは取り入れた方がいいですよね、だから僕1回目のセミナー自分のセミナーやった後は、うん、もう僕はその中から別にまあ僕は、うん、
あの、まあ、全部エビデンス出しましたけど、それでも僕は別に塾入会が、あ、どうも、塾早いですね、早いね、塾への入会が別にゼロでもいいと思ったんですよ。欲しかったのは、うん、あのアンケート用紙、うん、アンケートやってたもんね。だからアンケートの答えが一番欲しかった、うん、あれはね、おやるなと思ってたね。結局あれで、うん、あの相手が何を望んでるのかが分かるし、うん、それにあれを載せることによって、うん、あのセミナーに来てる人がちゃんといるんだなっていう、うん、よく集客セミナーとか Facebook で書かれてるんですけど、うん、2人とかしか来ない集客セミナーいて、うん、集客できないやんっていう話なんですよ。面白くないですか。集客セミナーって言ってやってるのに週2人しかいないと集客できないじゃんっていう。面白いね、うん、X 面白い、そういうセミナーがあるんですけど、でもちゃんとそういうアンケートがあれば、まあ、ちゃんと人が来てるっていう証拠になるわけじゃないですか、うん、それはまた人を呼ぶなって思ったんですよ。だってこうやってなんで飲食店ってガラス張りになってるかっていうと、うん、まあ、中に、まあ、カフェとか、うん、中に人が入ってるのを見せて、うん、そこにまた人が入っていくわけですよね、うん、で同じ要素かなと思って、だからアンケートは僕欲しかったです。だから絶対アンケートは取ろうと思って、うん、だから要はそこの考え方なんだ。要はなんだろうな、アンケートにレバレッジをかけるというか、うん、要は例えばウェブ上で集客する上で、例えば、うん、リアル店舗だったらさ、うん、その人が並んでるなってところに人が行くわけじゃん。そうそうそう。でもウェブ上だとそれができないから、うん、じゃあそのアンケートを出すことによって、あ、このセミナーにこんな人が来て、うん、あとはセミナーの写真を撮ったりとか、そういうなんか考え方だよね、うん、みんなできないよね。だから何でもいいと思うんですよ。初めは一人からでもいいから、うん、とにかく人一人の悩み、なんか俺も吉井さんが前言ってたから見たくないんですけど前確か言ってたんですよ、うん、そのなんか何でもいいんですけど、うん、例えば自分が得意としてることあるとするじゃないですか、まあ、できれば金儲けか恋愛がいいんですよ、うん、金儲けか恋愛がやっぱ一番良くて、まあ、それは鉄板だね。で金儲けか恋愛で一人から悩みを聞くんですよね、うんうん、でそれであの、まあ、こういう稼ぎ方知りたいんだけどって言ったら、例えば自分がそう思ってる稼ぎ方の方法だったり、実業やってきた実業を教えたり、実業を持ってない人、例えば僕だったらそのブックメイクを教えたり、でこれから多分株式も教えていけると思うんだけど、その教えていって、そこからその悩みをコンテンツ化できるじゃないですか。だからもう、まあ、吉谷さん丸っきり同じ意味ないですけどいや全然いいよ、うん、いや、まあ、誰が言うかだからそうなんだ、これゲーかなってって思うんですよ ね、うん、そうだね。でそこから1円の商品で、吉谷さんが言ってたことなんですけど、1円の商品売って、うん、で1円の商品売れたから何なんて話じゃないですか、まあ、正直、うん、でも1円の商品すら売れない人は100円の商品売れるし、いや本当そうよ本当に、いや本当だから1円の商品も作れません、1円の商品も売れません、うん、これどうやって30万の商品売んねんって話やん、うん、そうだから俺は最初1円の商品だったら売れるでしょうと、100円の商品だったら売れるでしょう。だからまずは過小評価した方がいいと思う、自分のことは、うん、だから僕が初めに世間では30万50万で売れてるものをたった5000円のブログの記事で売ったっていう、5000円ですよ、うんうん、その5000円ですら僕は高いって自分自身で思って、なんでかって情報商材知らなかった、うん、でもそんぐらいでいいと思うんですよ、うん、初めその安くてももう極限まで安くして、うん、とにかく購入されたっていう実績を作る。そうそうそう。であとはそれが自分の経験と実績にもなるから、うん、なんだろうな、それをまずファーストステップでやるべきだよね。そうで、それができないのに諦めちゃうとか、それすらやろうとしないみたいな、やれば必ず儲かるとは言わないんだけど、うん、正しい方向で、うん、正しい量で、うんうん、正しい場所で、うん、かなと思いますけどね、うん、なんだろうな、まあそのまあ、さっき仮想通貨とかできたけど、あの今もう本当にいろんなビジネス出てるやんで俺は思うんだけど、仮想ビジネス、そう、なんかなんで情報コンテンツを扱ったビジネスしないかなっていうのが、うん、まあ、超僕はもう10年以上本当にありとあらゆる見てきたけど、これほど粗利が高くてリスクなくて儲かるものって多分ね、この世に存在しないんじゃないかっていうぐらい。でもこれから増えていくと思うんですよ、うん、やっぱこれからこれが主流になってきて、うん、やっぱりその情報が商品として売れるっていう、うん、だって今そのドット絵、うん、そのだってパズドラとかドット絵が売れるわけですよね、うん、そのいわゆる課金で、うん、であとはそのプレイステーションのゲームだって、うん、いわゆる、まあ、プレイステーションのサッカーゲームだとしたら、そのいわゆる選手をカードで買ったりとかして、うん、その選手を自分でゲームで使うとか、そういうのもあるし、うんうん、携帯ゲームでもスマホでもあるじゃないですか、うん、ドラクエとか、うん、何でもそういうのが出てきて、だともうその情報商材、情報コンテンツっていうものが、まあ、世に認知されてきてるかなと思うんですよね、うん、だって仮想通貨だってもう情報の世界じゃないですか、うんうん、だからこれからその情報商材で起業していくとか、情報商材になり上がっていく人たくさんいると思うんですけど、うんうん、だからこそやっぱり本当の情報が必要かなと思うんですよね、うんうん、だから
10年前にくだらない情報売ってた人って多分もう今いないと思う。いないね。いや俺も見てきてるけどいないよ。いないですよね、うん、だからよりだんだんそのユーザーも賢くなるし、うんうん、あとはまあ超えてくるじゃないですか、うん、だからそれに合わせて、だから僕はそれでも左右されないぐらいそのちゃんとしたコンテンツを提供していきたいと思ってますけどね、うんうん、そこだけはブレちゃいけないし、うん、いやでも、うん、まあ本当に生き残っていくんだったらそれしかないよ、うん、そうなんですよね。1年とか瞬発で稼いで嘘で言って稼ぐのは全然いいんだけど、うん、本当にやるんだったらもうちゃんと自分のメディアを持って育てて、うん、もうポケモンの世界ですよね、うんうんうん、で人も育てる、うん、メディアを育てて人も育てる、うん、そうそうそう、だもある種の教育事業、うん、いや俺はねでも、うん、なんか情報コンテンツっていうのは教育かなって、だって本も教育じゃん、ぶっちゃけ。吉谷先生ってなんかどっかで言われてて、うん、吉谷先生ってこの人先生だったのかなと思って、あ、教育者かみたいなそうだよなとか。いやでも最近、はい、そう最近ね、若い子が入ってメール毎回もらえるんだけど、はい、吉谷先生と、いや僕も来ます、僕も来ますよ、なんか先生みたいな年上の人が先生とか、なんかあと師匠とか社長とか、いろいろ、だからでも教育ビジネスだと思うよ、うん、大人の、その大人の教育ビジネスみたいな。だって俺もセミナーやるけど、ほとんど俺より年配の人が来るからね。うん、自分セミナーやった時って、年代はどれぐらいの人来る？まあやっぱり、上は60、下は女子大。マジで？マジで。いいね。あの俺ね、女子率超低いよ俺。あ、まあおばちゃんしか来ないから。やっぱコンテンツが あ、そうか、あのちょっと渋い、ね、あのなんかどちらかっていうとショートケーキっていうよりは刺身寄りじゃない、お刺身系。まあそうやね、うん、そうだ、和食系なんで、ね、渋い。いやいいね、女子大生来んだ。女子大生はこの前来ました、ね、マジで、はい、おい女子大生セミナーやって一回見たことないの。派遣しますよ。100回ぐらいやって女子大生来たことないよ。いいね、うん、まああのでもそれはまあネタバレすると塾生だったんですけど、塾生がフォローアップで来たいっつってだけなんで。いやでも塾生に女子大生がいるんでしょ。あ、いますね。羨ましい。でもなんだろう、ドリアカに女子大生が入るとしたらそれも結構闇深いかなって。だいぶ闇深い。確かにそう言われると深いかもしれない。で別に女子大生だったら、うん、ドリアカのコンテンツ扱わなくても稼げるから。まあまあそう、確かに。まあ知らないだけだからね、それは、うん、確かにね。逆にドリアカのコンテンツ扱う女子大生が言い出したらもう月収100万ポンっていくと思うんですよ。やばいね、半年で2000万もいける。いや女子がその情報商材扱う時のあれはもう男が扱うの別格です。いや違うね、全然リストの集まりが違う。 Facebook のいいねの数見てもわかるじゃないですか。いや全然違うよ、全然違う。まあ卑怯だよね、売り手市場、うん。いや俺だって本当に何度なんか結構言ってるんだけど、俺が今の頭脳とあれでビジュアルがまあまあ可愛くて買ったら YouTuber になれるよ、もう日本一の、うん、絶対自信があるもん。いや間違いないですよね。だマーケティングとか全部知ってて、それを網羅して YouTube 展開したらもう絶対日本一になれる自信がある。貧乳でもすか。ね、いやなれる自信がある。貧乳でもね、貧乳でもね、いや顔、要は女が男かっていう。ああ、まあそうですね、そう、うん、まあある程度容姿があれば、うん、貧乳でも、うん、貧乳でもまあそれおっぱいあった方がいいよね、うん、まあそれシリコン入れればなんとかなる。まあそこはゲタ履かして。まあ確かにそうですよね。なんかその女の子がやってる Facebook ブランディング塾とかがあって。ああ、あるね。ね、言ってることくだらんすよ。なんかそのいいねをつけて、うん、あのいいねしない人は排除みたいな。当たり前だよねみたいな。めんどくさいだけだよねっていう。でもね、コメント周りもした方がいいみたいな。いや当たり前だよ、進めていいね増えるみたいな。だからコツコツやれば増えていくんですよ、やっぱフェイスって、うんうん、でもそれをやるかやらないかじゃないですかっていうことを、うん、なんか小1時間説明してバックエンドに塾ってんですよ。じゃあ塾で内容も多分同じなんですよ。これ買うってみんな買うんですよね、それ。思って。
すごいよね、うん、まあでもその子はその子の中でいわゆる女として生まれたと武器を使ってるわけだから、まあそうだね、だから自分の武器を使ってそこを伸ばしていくしかないじゃん、うん、逆にその自分が苦手なことをやってもしょうがないと思うんですよ、うん、だって正しい場所じゃないから、うん、だから正しい場所で正しい量で正しい方向での努力、うん、まあこれ僕が言ってるんじゃなくて林修の受け売りなんですけど受け売りなんですけど、でもこれ僕二十歳の時に聞いて感銘受けましたからね、ああと思って。いやでもそうなんだよね、やっぱ自分ができることしかできないから、うん、まあもちろんその自分ができないことを、うん、まあ努力してできるようにすることも大事なんだけど、うん、だからなんかまあ結論ですけど、なんで2000万までバズったかって言ったら2つしかなくて、うん、まあ3つか、うん、継続してやあのまずコピーがかけた、うん、でコンテンツメーカーだった、うん、そして継続しやった、この3つですね、うん、多分これだけ。なるほどね。で4つ目が僕のコンサルに入ったとそうそうそう、あえてこの話だからそれが結論そうですね、半年で行ったっていう理由にはそれがあるかもしれないですね、1年で行ったとか2年で行ったとかだったら、うん、いけたかもしれないけども、うん、半年っていうこのスパンでいけた、広告になっちゃいけたっていうのは、うん、森下さんのコンサルがあったからかなと思いますね、うん、じゃなかったら僕そのセミナーとかのいろは分かんないし、うん、多分あれのセミナーがあっていろんな話を聞いて、その後コンサル、ね、そのセミナーのやり方コンサルしてもらったから、うん、2回目から一気にガーンって伸びたんだなっていう、あれがなければ大阪もなかったし、うん、とは思いますけどね。年内で、いやでもすごいなと思ったのが、やっぱあのその人生で初の、まあ、ジョイントした、うんセミナーして、その後すぐ自分でやりますって集客してやってたのはすごいなと思う、うん、いやだからやっぱブログが強いなったのもそこですよね、うん、だってブログがなかったら結局イベント放送がセミナーズとか使って、うんまあ、某グループみたいにやっていくわけじゃないですか、うん、某グループみたいにやっていって、でも結局毎回そのやっぱ水物だけど、自分のブログ見てる人が全員リストになるわけだから、うん、ラインアットも必要ないし、だから僕最近いやラインアットすら使ってないんですよ、もうブログだけ。あ、そうなんだ。もうブログ YouTube だけ。へー。ラインアットはもう、あ、そうだ、俺も登録してるけど来ないよね、配信してないもん、ね、で配信しないとブロックされないし、うん、あ、そうだね、うん、でも結局ブロックの数が増えることがもうあのリストの粗いフィルターにはなるけども、うん、でもブロック増えない方がいいじゃないですか、なんとなく、うん、だからそのブロックもこなされないし、うん、でたまに流すしみたいな、うん、であとはもう何だろう、セミナーとかやるときに、セミナー LINE 登録すると LINE からだと5000円だけど LINE やったからだと3000円だよとか、そういうふうにやっていくと、まあ、伸びるだろうし、そこからメルマガ登録したら2000円だよみたいなやり方すれば、あ、そうやね、そうやね、うん、リストはいくらでも取れるし、まあでも極論やっぱ本当に大事なのはちゃんとしても扱ってるかどうかだったんで、うん、やっぱりうん、そう、吉谷さんのコンサルだったらやっぱりちゃんとそういう実績出てる人がいるっていうのは大事だろうし、うん、僕のコンサルだったらちゃんと僕が勝ってたりみんなが勝ってたりすることは大事だろうし、うん、そういう意味でも1000万円達成したコンサルってめちゃくちゃ嬉しかったですけどね、うんうん、いやすごいね、今1000万プレイヤーも育てる側になったっていう、うん、僕よりすごいですからね、うん、すごいやん、いやー、まあ1時間ぐらいですかね、話しましたけど、いろいろとくっちゃべりましたけど、まあ今回、まあ、まとめると先ほど言った通り、2000万いった理由が何だっけ、まあ、まずコンテンツメーカーだったコンテンツメーカー、あ、コンテンツメーカーとコピーと、うん、コンテンツメーカーだった、コピーだった、あとは継続した、うん、継続した、そして僕のあのミリオンコンサルミリオンコンサルミリオンコンサル兼ガルーバガルーバまあいろいろあったからね、いろいろあれからいろいろありましたね、ルノアールとか、そうルノアール事件があったからね、ピー事件、そうルノアール事件はね、あれはねすごかった、ね、あれもいつ解禁なんですか、あれちょっと解禁ちょっときついですね、まだいやあれを乗り切ったのもなかなかすごいと思うよ、あれはあれでなんか一個パンチ効いてるよね、あれなんか今考えると吉谷師匠のなんかテストだったんだ登竜門みたいな、まさかあのコンサル生カモりに来るっていうカモられるっていうあれはちょっとまだ言えないですね、あれはちょっともうちょっとちょっと地上波では言えないあれはちょっと言えないね、うん、救いましたからね、うん、そうだね、救えなかったいやあれはまあ武勇伝の一つだね、あれは結構えぐいですよね、だからああいうのとか、ね、まあ、これからもなんかいろいろありそうですよねまあでもこれからはまああとはまあやるだけだと思うけどね、うん、俺はもうあれはもう本当にあのボンさんからあの言われたからあの話持ってっただから、うん、
まあ結論はあの行動以上のものはなかったっすよね、今数ヶ月経って思えば。いや、あれは神がかってたけど、うん、まあ誰でもできるとは思いますよ、その時間かければ、うんうん、あとはコピーだって上手くなるし、いや書けばコピーのいいところって書けば上手くなるやん、うん、ぶっちゃけ数学は結構難しいと思うんですよ、うん、才能がいるけど、うん、でも言葉とか文系に関してはなんか喋るとかは、人前で喋るとかはやっぱ緊張するとかあるやん、うん、だから文章書くって別に人前に全然出ずにパソコンカチカチするだけやん、なあとは書けば上手くなるし、だから本当になんかもうそのいわゆる売れてる詩人みたいになるには才能いるかもしれないけど、うん、そうじゃなくて人にその人を引きつけるためのコピーとかだったら、うん、まあ誰でも書けるようになると思いますけどね、うん、だからネットビジネスやるんだったら、まあそのコピー、その俺みたいに動画撮れないんだったら、まあなんでかっていうと自分のメディアがないと結局は代理店営業は長く続かないよってことなんですよ。そうそう、だから要はまあ、ブログでも YouTube なんでもいいんだけど、うん、メディアだよね。で、一番そのメディアとして影響力があるのか、あるのが、うん、やっぱまあ、Google のその、Google とか Yahoo の仕組み以上、仕組みで、ウェブ検索で、ブログが出てくる、サイトが。やっぱりブログが僕一番いいなと思うのは、YouTube はバンされるんですよ。そう。吉谷さん、毎バンされたじゃないですか。去年バンされたからね。で、バンされて、リストゼロになるのか。いや、でも俺は、でもバンされても、バンされた経験があるから言えるんだけど、うん、バンされたとしてもその人の記憶からはバンされないんです。ああ、そうですね。だから、うん、その結局そのバンされたけど結局あ、戻ってくる。そう、あんま変わんないね。ああ、要は時間をかけて修復する。そう、全然変わんない、うん、だから結局その僕はそのバンされたからわかるけど、バンされた時どういう記憶、どういう感じだったんですか、気持ち的に、メンタル的には。あ、メンタル的にはそのバンされたチャンネルあるやん。で、そこに限定公開で商品もいっぱいあったの。で、そのリンクの書き換えがうわどうしようみたいな。あ、だそれが超めんどくさかった。3日間ぐらいコピペ、全部リンクの書き換えで、でそれが超めんどくさかったね。絶望され的な気分にはならなかった。いや、だからそれが絶望だった。うわ、有料商品も見れなくなったやんみたいな。どうしようみたいな。だからそれからこの R34 マガジンは別にバンされても、もう無料のものしか公開してないから別にバンされてもいいね、俺は。まあだからあれですよね、あのでもブログはバンされないから、まあ、最強だと思う、うん、僕も FC2 から、うん、あのワードプレスに変えた理由としては、うん、あまりにもその人に対するアンチ記事が多いためあの違反申告をされる危険性が非常に高かったんですよね、うん、違反申告されたら、まああの違反申請されると、まあ、多いとバンになるんで、あの熟成がイナゴのように押しかけてきたら死ぬなっていう。いや、なんか一個はやっぱ、まあ、ブログが、まあ、ワードプレスドメイン取ってサーバー借りてるのが、まあ、ほとんどバンないじゃん。っていうか成功してきた人のほとんどがちゃんとブログ育ててたから、うん、そうだね、うん、そう、この前俺も動画撮ったんだけど、与沢さんも一回落ちた時に、うん、なんかブログのテンプレート変えて一新したの。お、この人やっぱすごいなと思って、でずっとブログ書いてるの。やっぱメディアだよね。なんかあの人も最初アメブロからなんだよね、きっかけは。でアメブロからきっかけでそのブログのパワーっていうのを知ってて、で、まあ、こう落ちた時にまたブログをちゃんとやり始めてみたいな、うん、あ、この人すごいなと思ったけど。だから一時期与沢さんの動画で言ってたのが、1日のアドセンス収入が20万って言ってた。ね、アドセンス収入20%。そうで、でそのもうある一定以上も稼げたから、俺にはもうアドセンスいらないって言ってアドセンス今外してるけど、あ、結局ずっとね、やっぱね、メディアを作るっていう、うん、メディアの重要性っていうのはやっぱね、賢い人は知ってるよね、うん、なんかその稼いでる人はその重要性に気づいてるんだけど、うん、稼いでない人はそこの重要性知らないというか、ブログが資産になるとか、まあ、YouTube がちゃんと資産になるとか、なんかその自分のメディアが資産になるってことは知らないんだよね。なんかこれやったら稼げるじゃなくて、お金を生み出す資産を作るっていう考え方はない。人それぞれ色があるから何でもいいと思うんですけど、うん、吉谷さんのすごかったのは、うん、まあ、僕が言うのもあれなんですけど、うん、行動すべてを資産化するっていう、うん、あの行動すべてを資産化するっていう言葉がもうまさにそれだなという。
いやだからね、俺はまあブログのパワーも知ってたし、あのコピーも知ってたんだけど、うん、そのやっぱ YouTube はもう個人がテレビ番、まあ、メディアの中で一番影響力があるのって考えたら、うんうん、やっぱテレビ、新聞、ラジオとか 今まで出てきて、やっぱテレビが一番影響力があったわけね、映画とか映像コンテンツが、うんうんうん、で、自分、まあ D 君と違うところは俺は顔出ししてるから、あだから、なんだ動画がいいなって、しかも量産できるし、うん、そうですよね、もう動画だって量産もう無限にできるよ無限に。だってもうラーメン食いって動画、そうそうそう、もう飯食って動画、そうそうそう、寝ても動画、そう、ね、寝ポテチ食って動画そうそうそう、ハイボールで動画、そうだ、これを文章に全部書こうと思ったら無理じゃん。うん、まあそうです。てか読みたくもないし、てか文字に起こしたら面白くないし。そうそう。ハイボール今飲んでますみたいな。だってちょっとなんかハイボールの飲み方でも顔芸とかでも面白いけど、それ文章に起こしても全然おもろくないし。そう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 。だからね、楽だよね。うん、だまあ顔出しできない人はもうブログしかないかなとは思うけど。うん、で、あとはその動画って、うん、あの結局、まあ、僕その吉谷さんのあの。R34 マガジン見てて思ったのが、うん、古くなった動画って、うん、あの結局10再生20再生のやつって、うん、そこからもう1回再生されることってあんまないじゃないですか。だから後から再生されて100再生200再生300再生ってなんかじわ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 伸びてくってあんまりなくないですか。あるね。あるんすか、それ。あるんすか。あるね、それはあるね。あるんだ。だからまあ俺ね、そのバンされたじゃん、うん、でバンされて、うん、でそのバンされた時って俺アドセンス入れてなかったの、広告を。ああ。だから YouTube 側 Google からすれば、うん、ただで貸して広告入れないから、うん、Google 側に何も利益が持たされないじゃん。だから切れたんですか。そうだから俺はそのまあ理由は分かんないけど、とりあえずバンされてからアドセンス入れるようにしてた、うん、でそれデータとか全部見てた、見て、うん、今見てるけど、うん、1年前とか2年前でも、うん、そのちゃんとそのキーワードが入って中長期で再生されてる動画に関してはこうグラフも全部見れるんだけども、ずっと収益が出てる。だ1本 1,2 年前に撮った動画がずっと収益化してるって。まだ僕2ドルぐらいしか利益になってないんですけど。ああそうなんだ。あれえどんぐらい利益になってますか。俺はその昨日今日か今日それで動画撮ったやつがあるんだけど、あの1動画で6000円とか7000円とか、1分喋って昔に1分喋ってアップした動画あるの、1年前とか2年前で、それが6000とか7000になったりとか。え、1日1日じゃない。だからずっと最後ずっとちょこ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 ここ行って、あそうそう、だから1分で7000っていう資産を作れるって。しかもその7000が止まるわけじゃなくてずっと再生されるから、またちょこちょこちょこ行くっていう。やばいですね、収益化。やばくない。やばいですね。だから無限に資産だから、俺はそのデータ見てるから1万本ぐらいずっとテストしまくって、うん、で中長期であの検索されるキーワードをと広告単価も分かんない、うん、どれが高いのかっていう、うん、要は再生回数に応じてその例えばこの動画は2万回再生されてるけどこれぐらいの収益みたいな、うん、だけどこれは、はい、これはなんか1万回の再生でこれぐらいしかないとか、うん、全部わかるから、でそれを見てその、まあ、YouTuber 的な動き、中長期でずっと再生されそうなやつをピンポイントで狙って動画作りまくるっていう、うん、あなたの動画に何だろう、適した広告一切ないですみたいなあのあれが出るんですよね、あの警告マークが。なるほどね。まああるわけないあれはね、あのあとねあれもある。俺チャンネル登録者数が1000超えたあたりから俺の動画って 50% 以上が関連動画なの。あだから量がある程度あると関連動画にいろんなキーワードでこう出るから、うん、だからそのチャンネルの登録者数だったりとか、そのこのチャンネルはいいぞっていう指針の中でその動画が何分再生されてるのか、離脱だよね。だからその俺の動画って結構その濃いファンの人がずっと見たりとかしてるから再生時間長いの、うん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 、だから多分ね300万分、380万分ぐらい再生されてるの俺の。え、今総利益ぐらいどんぐらいですか。総利益、いや YouTube の利益はでも少ないよ、 0.0 何円だから。だから1年去年の7月か8月ぐらいに入れたのかな、アドセンス。だからそれで今12万ぐらい、あートータルで。まあでもそうだよな、そういう感じだよな。ただ今撮ってる動画が別にその再生数を上げるための動画はあんま撮ってないんだよね。ああそうですね。だからまあその俺も意味わかんない動画ある作ってるやん。でその中で意味わかんない動画作るときにあこれちょっとキーワード入れてみようみたいなのもあるわけ。あでその中でピンポイントであのデータが出てきたら
そのピンポイントでその、はい、そもそもそのアドセンスで稼ごうっていう気がないから、あ、だから今の運用方法なの、うんうん、まあ、YouTube で集客して自分の商品を売るっていうモデルだから、うん、アドセンスをメインにしちゃうとバンが早まるっていう、だからなんだろうな要はでも今結果出てるものを伸ばすことは可能じゃん、うんうん、だからいろんなものをテストして今伸びてるものに対して複合キーワードで動画を量産していくっていう、うん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 、だから1万本以上達成したら、あ、そのそういう展開にしようかなっていう。僕もチャンネル登録者数があの600いって、あ、1000超えるとめっちゃ全然違う。動画数は20本、40本ぐらい、30、40本ぐらいなんですけど、うん、もう600ぐらいいって、うん、それいった理由がブログから YouTube に飛ぶ時に、うんうん、チャンネル登録しますか、はい、いいえのリンクがあります。あ、あるある。あれを出させたくて、どんなに調べても出なかったんですよ。何、うん、か知んないけど出なかったんですよ。うん、それをなんとか調べた結果、うん、それを出してる人のリンクのところの URL を自分のあのチャンネル URL にすればいいだけっていうシンプルな答えに気づき、それを貼った結果成功したら、うん、1ヶ月で100人ぐらい増えました、ね。あの動画増やさなくても。うん、やっぱりブログから来る、うん、フェイスから来る、うん、ツイッターから来る、まあ、ツイッターは弱いけど来るみたいな。まあみんなあれやってるよね。俺やってないよ。ツイッターは本当に客層弱くなりましたね。もう商品売れないんじゃないか。いや、ツイッターだって若いものしか見てないもん。うん、で、あとはもう本当にお金を払わないで情報を得る、お金が払わなきゃいけないものはいらないみたいな層しかいないから、うん、だからもう本当にオプト。オプトだね。オプト用。ツイッターはオプトだね。オプトできるっていう。うん、YouTube に関してはそのなんだろうな、まあ、そのとチャンネル その強さによって変わってくる、うんうん、パワーによって。だ俺はもう量が多すぎるから、もちろんその見られないやつもあるけど、うんうん、ある一定 そのキーワードとか入ってるやつはあの昔のやつもずっと再生されるね。あ、まあ、ブログの記事も100記事以上って言いますからね、よく、うん、で質の高い記事は100記事、うんうん、あとは結局ブログも YouTube もそうなんだけど、一回あこの人興味あるなと思ったらコンテンツがあるとずっと何度も見るから、だからこの前メール来たのが、うん、吉谷さんの動画100本以上見てますみたいな。だからコンテンツは結局コンテンツがあると一回見てちょっとこの人おもろいなってなったらずっと自動で見続けるじゃん、うんうんうん、だからブログに関しても面白い文章だったら、うんうん、他の記事も見てみようっつって、そう関連記事みたいな、そうそう関連記事でずっと読んで勝手に信頼が生まれて、うん、勝手に興味出るじゃん、うんうん、だからそれ動画も一緒で、うんうんうん、だ結局そのある程度の面白いコンテンツがストックされてれば、うん、インターネット上で勝手にその信頼が構築されるっていう、うん、そうですね。そうだからもう権利収入っていうか、そうなんかネットワークビジネスで権利収入ってめっちゃあるやん。ネットワークビジネスで権利収入めっちゃ言ってるやん。いやいや俺僕いやネットでメディアネットワークとネットビジネスは違いますからね、うん、ネットワークビジネスの権利収入はもうあれですからね、ダウン式のあれですから、ね、俺メディア作った方がいいんじゃないかなと思うけど、ね、いやだから人に乗っかる代理店はやっぱその長続きしないっていう結論が僕最近生まれてきて、だっていつかその流行ってたものでもどこかで必ず廃れてくるわけじゃないですか、うん、でしかもネットワークの商品って、まあ、その会社がぶっちゃけ潰れたら終わりじゃん。そうなんですよ、その商品がなくなったら終わりで、うん、それは箱でも同じなんですよね、うん、フランチャイズもそうだけど、うん、そしたら自分のメディアを作った方がもう絶対強いし、だからよくさ Facebook やってるとああいうの来るじゃないですか、あのなんだっけ、あなたの人生を豊かにしますみたいな、ここ興味ある人は LINE アットに登録お願いします、ね、長文で来るじゃないですか、うん、長文超長文で来るじゃないですか、コッペのね、そうコッペで何々さんみたいな、そこだけ改造されて、うん、ガッて来るじゃないですか、うん、ああいうのを送ってる人たちは、うん、多分稼げてないと思うんです。まあ、だからそういうやり方しか習ってないんじゃない。そうだからああいうのをあのみんなから来てみんな嫌だからもうブロックするから友達から外すわけですよね、うん、だからあんなんで多分 1万人に送っても多分な10来て10人ぐらいかなっていう、うん、そしたらそれで10人来るからいいじゃんって考え方を教わってるのかもしれないですよ、うん、多分フィルターかけて10人来るのはいいじゃんって考え教わってるのかもしれないですけど、うん、僕から言わしたらその1万人送ってる間にメディア作れるでしょっていうまあ そ, うだ、ね、そっちの方がはるかにいいでしょっていう時間帯効果がいいでしょっていう、あ、すみません、ありがとうございます、はい。だからそのメディア作るのは時間かかるんだけど、作り終わった後の費用対効果が半端ないじゃん、うん、
でしょ、絶対そうなのよ。だもう日進月歩っすよね。いい言葉言うね。だ一朝一夕やな。一朝一夕やなし。いい言葉言うやん。古いね。温故知新。古きを新しく。知ってるね。一応大学生ですか。今大学何年なの。2なんですけど。あ、2なんだ。2なんですけど、まあ、あの通信なんで、まあでもなんか別にあの最近気づいたんですけど、うん、別に出なくてもいいかなって、まあ、もういいかな、うん、2なんだ。じゃああと2年あるってことは一応、まあ一応ありますけど、一応ありますけど来年も2年もかもしれないですあ、そっか、うん、留年っていうのもあるね、うん、そうか、そのうち追い出されますからそっかそっか、大学って7年ぐらいまでいけるもんね。そうか、もしくは大学を買う大学を買うだからそのいい会社、学校の勉強があればいい会社入れるじゃないですか、うん、だけど自分で勉強して自分のメディア作ればいい会社を買えるかもしれない。あ、そうそうそう、そうやね。だ最近は就職したいっていう願望がゼロになったんですよね、うん、会社を買いたいっていう気持ちになって、会社を買いたいっていう。なるほど、すごいね、うん、だって会社に入るより会社買った方が儲かんじゃねみたいな。あ、その考えはなかなかいいね、すごいじゃん、うん、普通じゃ出てこない。入るんじゃなくて買おうよみたいな。あ、確かにね、うん、それすごいね、その普通じゃ出てこない考え方だね、うん、いやこの考え方みんなしたら日本って潰れますよねまあまあそうだねすごい、うん、いやその考えは面白い、うん、でも多分この対談動画、うん、あの何本にぶつ切ってあの載せるのか知らないんですけど、うん、いや1本だよ。これ1本だとしたらっすよ、多分ここまで聞いてる人多分、うん、いやいいんだよそれで。じゃあだから俺は、うん、何かっていうと、そのちょっと聞いて終わる人はお客さんになんないから、うん、いやそうなんですよ。だからここまで聞いてる人って多分、うん、何か得るものすごいあると思うし、うん、むしろ有料級だと僕は思うんですよ。だって今一応その、まあ、僕も含めて、うん、うまくいってる人の話なわけじゃないですか。まあそうやね。そしたらそこから何か得れるものがあると思うわけですよ。だから僕が初心者だったら 1.5 倍速で聞くなっていやこれね、あ、そうそうそう、俺はねそれは反対派なんだよね。あのなんかその俺の塾生さんにも今その 1.5 倍速で聞いてますっていうのがいたんだけど、うんうん、アウトプットの方が多いんだけど俺も学習するときあるね、うん、だけど絶対倍速で聞かないの。なんでなら一語一句をちゃんと頭に入れるために、あ、このずっと要は倍速で聞くんじゃなくて倍速で聞き終わるんじゃなくて、目的はその言ってることからどう読み取るかなの。倍速で聞き終えるっていうことがゴールじゃなくて、その言ってることからどういうことを汲み取っていくかっていうことが重要だから、一語一句ゆっくり聞くというか、でそれをリピートして何度も聞く。だから今俺も一つなんか音声の教材聞いてるんだけど、もうね多分ね30回ぐらい今リピート聞いてる。何聞いてるんですか。あの80億稼いだ X さんっていう。そう、何で8億稼いだんですか。あのコピーライターで、そのね今仙人さんって言ってるんだけど、そのコピーライターで80億稼ぐ人がいてんね。ああ、まあ後で今コピーかければな、もうそれができるからな。いやその人はすごいよ、うん、だから なんか俺も教材勉強するときはその音声でブワーって何度もリピートして聞くね、うん、あのノーマルで常に新しいあの情報を入れて新陳代謝していきながら、自分のベースも地盤も強くしていかなきゃいけないから、あ、それも大事なんだけど、俺から一つ言えるのは同じ情報から新しい情報を汲み取れるかっていう。あ、同じだから例えば、まあ、さっきの話じゃないけど、まあ、トイレでクソして、まあ、見るじゃん、バイブル読み続けて、うん、今までなかった視点で、うん、あ、うん、これってもしかしてこれいけんじゃねっていう、そこの発想というか、実はそれが結構俺は大事だと思う、うん、僕自己啓発の本は捨てるんですけど、あの本だけは取ってあります、うん、だから要は同じ情報から何を自分が汲み取れるかっていう、ただうん、要はレバレッジの問題だから、1の情報に1しか汲み取れなかったらビジネスとして成り立たないわけよ。1の情報から3とか5を汲み取って、うん、そこでアイデアを出してやることによってその、あの収益化ができるんだよ。
半年前に読んだ時の自分の頭の中で、まあ、構築したものと今最近まあ、ペラペラってめくって読んで、うんうん、あこういうことなんだなみたいな新しいアイデアというよりはそのなんていうんだろう、あの前と半年前とはちょっと違うんですよね、入ってきたから、ね、いやそうやねそうやね、うん、そうそう、そこが大事やな。だからそこの見方が変わったってことは進化してるってことだって、うん、見方が変わんなかったらダメだよ。半年前はいまいちのピンとこなかった内容も、うん、今になるとピンとくるというか、まあ、でもただあの本に書いてあるのは本当に今結構初級的なことだから、でも初心者にとっては上級だね。そうですかね。なんかまあまあ今自分やってるからね、うん、まあ、全くその情報ビジネスやってない人が読むとわけわかんない、うん、ああまあ確かに、まあ、僕も4月に買った時は謎でしたね、謎だったんですけど今読むともう一通りやったし、でもやっぱりそのお客さんのためにし、まあでもあの俺が今聞いてるやつをちょっとじゃあシェアするから、ああありがとう、特別に80億稼いだ人の曲、80億、えそれ YouTube に載ってるんですか。載ってない買ったんですか。いや俺もあのちょっと、まあ、ルートがあるから、いろいろとルートがある、あルートがある、まあ結局その人のマインドセットなんだけど、マインドセットだったりとか考え方だよね、うん、だ一回だからそれを聞くと落とし込むとその自分の指針というのがまた見えてくる、またその確立するというか、多分今のステージにはいいと思うよ。ああありがとうございます、うん、俺もうひたすら今聞いてるよね、もうほんと30回か40回リピートしてるんだから、うん、だその人も十何年前からいるからね。ああすごいっすね、フル株、すげえフル株で、この前もプロモーションやってて100万の商品をフロントで売ってて、うん、速攻30人ぐらい埋まってた。フロントで100万、フロントで100万、そうフロントで100万売って、で30人で3000万じゃもう、だからバックエンドもあると思うから、100のバック100万の後のバックエンドだ、その人ね1000万セミナーとかやってんの、すごくない？待ってください、1000万払うのに入れない、いけない、いけない、海外セミナーなんだけど1000で、しかもその人顔出ししてないの、X さんっていう、まあ、じゃあそうセミナーどうするんですか。セミナーに来るとまあ会えるよっていう、でしかも海外ほぼ、写真撮ったら殺されますよ。パシャってカシーンとか言ったらもう連れてかれますよ。1000万セミナーとか400万セミナーとかぶっ飛んだセミナーやってるんだけど、でそれでも来んだよ、1000万払ってでも行くんだよ、すごくない？まあその人も結局メディアというかブランディングずっとしてて、謎の人物みたいなっていう謎めいたところずっと演出してるというか、だから一切顔出さないっていう、だからセミナーに高い金払わないと会えないっていう、そのブランディングを構築してるわけなんだけど、ぶっ飛んだ人が世のいるわけよ。いやいますね、400万セミナーはやばいですね。やばいでしょ、1000万セミナーもあるからね。1000万入金できない？いやだから払える人は払うね。1000万払ってでも行きたいっていう。だって1000万で現金で家買う人いるじゃん。いますね。だそれをセミナーに行くかどうか、ただそれだけ。うん、世の中探せば1000万現金で家買う人いてるじゃん。うん、いるでしょ。だそれがセミナーなのかっていう話で。税金やばいね、1000万現金買ったら。ローンのが安いっていう。そうか。じゃあそこまで極めるとそういうこともできるね。常にその情報を新陳代謝させるというか、そのまあ常に何にでも素直ではありたいですよね。そのこうなったからこの人の話聞かないとかじゃなくて、その全てのところからその吸収もスポンジみたいな感じですよね、うん、もうどっからでもその吸収して自分のものにできるか、うん、で吸収した後にいらなければ出せばいいだけだし、うんうん、だから僕は、うん、そこには頑固にはなりたくないですよね。だから D 君のいいところは自分の考え方もあるし、その素直な側面もあるから、そこがすごいと思う、うんうん、だからその聞き入れる分は聞き入れて、自分の意見は自分の意見として持っててっていう、うん、両方ハイブリッドだから、うん、だからいいと思う。逆にどっちかだと結局商品って買うの自分じゃないから、うん、売った時に売れないっていう、うん、だからアンケートも必要だし、うん、だから1回目その自分でセミナーやった時に
僕は手法の話をしたんだけど、うん、そこがどうも足りなかったらしくて手法の部分もっと聞きたかったっていう人がいるんですよ。だから手法の部分いくら聞いても勝てないよっていう話はしてたとしても、でもなお手法をもっと聞きたかったって人がいたんですよ。だから今度は手法をバーってめちゃくちゃ話して、うん、はい勝てると思った人いますかって手を挙げさせたら誰も手を挙げなかったんですよ、うん、分かってますよねみたいな、うん、勝てるわけないんですよみたいな話をして、その後環境の話に行くんですけど、うん、だからいかにその分かってもらうか本当のことを、うん、しかも理解してもらうか、うん、洗脳するんじゃなくて分かってもらう、理解してもらう、うん、頭で、うんうん、かなみたいな。だから僕にはそのいわゆるなんて言うんだろう、まだ実績とかいわゆるだから本だったりとか実績だったりとか、いわゆるトラックとか走ってないからトラックね、トラックとか走ってないからトラックね、うん、だからその分本当のことだけを伝えて納得してもらう、うん、理解してもらう、うんうん、でその上で考えてもらうっていうことが必要かなっていう。だいわゆる信者はいないけど、うん、いわゆる理解者、うん、識者がいる識者がいるっていう状態を作りたいって思ってます。なるほど、うん、まあ、来年はまた、うん、初心に帰ってコツコツですかね、うん、まあ、結局でもコツコツっていうのも変わらないですけどね。いや本当そうやね、俺も思うんだけど、うん、やっぱネットってその派手に見えるけど、うん、俺10年以上やってて言えることが結局コツコツやね、うん、いやもうこれに勝るものはないし、でなんでコツコツがいいかっていうと、うん、コツコツして積み上げてくると、うん、やっぱ結局レバレッジがかかってくるから、うん、だからそこがインターネットのうまみかなっていう、うん、結局そのコツコツできない人は無理だと思うよ、ね、だからそのコツコツやってることを楽しいと思えるといいんですよ。だブログの一記事増えると、あ今日も俺一記事書いたな、あそうそういう考え方できないんだよね。だから要はそこがお金になったかなってないかっていうところでしか見れないから、その1記事書いただけでお金になんないじゃん、あの 最初の段階じゃん、コレクターみたいな、うん、なんかフォロワー数とかまあチャンネル登録者数で1人ずつ増えていくことによって数字が上がっていくじゃないですか、うん、あれを楽しいと思えるか、うん、投資でもそうなんですけど、うんうん、だから同じように、まあ、ブログもそうだけど、うん、今日も一記事書いたなと、うん、そうするとそのブログのトップページに自分の記事が一記事まあ増えてるわけですよね、うん、それを見てあ今日も俺頑張ったなみたいな、うん、今日その生きてきた証はこの1個だみたいな、うん、いい言葉ね、また明日証ね、生きてきた証そう証手法、うん、そう俺ね、そうそうそう、俺ね、あの YouTube やる前からずっと5、6年前からその、まあ、俺は表に出てなかった時から YouTube、まあ、いろいろとリサーチしてたんだけど、ある人がその YouTube に対しての考え方を言ってたので、俺はその YouTube チャンネルのやってた人が、俺は毎日 YouTube を撮る理由っていうのはなぜかっていうと、これってすごいことだと、要は僕が年を取ってもずっと昔の映像が残ると、うん、だから僕が死んだ後僕が何をやってたのかっていうと YouTube チャンネル渡せば全部思い出にも残るし、自分がやってきたことも全部記憶として残るから、これすごいことだと、全部の映像、自分がやってきた映像を残せて、しかも無料で管理できて、その子供たちとかにも全部残せると、こんなすごいことはないっていう考え方で動画を撮ってる人がいて、うん、あ確かに、まあそう考えるとまあ最強のフォトショーだなみたいな、あ過去のアルバムだなっていう、うん、だから要はどう考えるかね、稼げるからやるかとか言ってると稼げないとできないじゃん、うん、でもやらないと稼げないしお金に対する煩悩をなくす、うん、あの、まあ、仙人みたいな考えなんですけど、いやでもメディアを作る場合はそういう考え方には作れないよ。メディアを作ってることが楽しいと思えるかどうか、あそうそうやね、そうやね、そうやね、だテレビ番組を今か企画して作ってんねんとか、ブログをなんかもうなんかメディア作ってんねんっていうなんか考え方ないと、ゲームクリエイターがそうなんかバグが出てくるとなんか絶望的な気分になりながら、そのデバッグしていきながらまた作っていくって話を聞くんですけど、うん、その段階でもまあ何人かと協力してまあ徹夜しながらこのまあコーディングしていくわけじゃないですか、うん、まあ、それの段階をだいわゆる辛いけども完成した時の達成感とかね、うん、多分それってお金に換えられないものだと思うんですよ。そうだね、だからそのブログを作っていく、その構築していくことが楽しいと思える、それを見てくれる人がいてまた楽しいと思う、それで承認欲求が満たされる、うん、でそれが、まあ、僕は初めその見てくれる人がいて反応をくれる人がいて承認欲求が満たされる、うん、そこからお金に変えていったんで、うん、金から入るんじゃなくて、うん、
そのまずは、あ、そうそうそう、自分を承認欲求って大事だね。自分を満たす、そうそう、自分が満足する記事を書いて、うん、自分が読んでいい記事書いたなって思えるかどうか、うん、そういう記事をみんな読みたがってるから、うん、なるほどね、第一に真心、うん、なるほど。まあそうですよね、ただ楽しくなきゃやれないし、うん、まあやれないね、うん、だ俺はもう動画もできる理由もやっぱまあなんか見てくれるっていう人がいるから、うん、楽しいって。そうそう、この前その、まあ、最近ハイボール研究所やってるから、やってます、ね、そうやってて、うん、でスポンサーついて、えそうお客さんでスポンサーついて、でこの前昨日か今日昨日かあのハイボール送られてきて、これハイボール送られてきて、なくなったらまた送りますみたいな。僕漫画キリンビバレッジでもついたビバレキリンビバレッジついてレバレッジ聞いてくんのかなと思ってそう、なんかあのただで今度ハイボールが、じゃあ僕ポテチ送りますなんかでもね、吉谷さんがポテチ食ってんのマジ食いたくなるんですよね、あれ腹減るんですよ、あれ夜中とかね、ボリ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 食ってるよく言われるだからそれもなんかね、別にそのじゃあそのハイボールを飲みながらお金稼ぎたいっていう気1ミリもないしね、うんうんうん、なんかそのメディアを作って見てくれてる人が楽しければそれでいいかなっていう。でそれを知る自分も楽しいみたいな。そう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 やね。だからこの対談動画に至っても音声に至っても多分僕たち自身がその話してることを嫌悪してたら多分続かんっていうそうそう、20分ぐらい頑張って話して終わる。そうそう、なんか頑張って話さないとあかんみたいなね。そう、なんか間も楽しめないし、何を考えてるかも苦痛になってくるみたいな。そう、何話そうかじゃなくて、なんかその話してることを楽しんでる。会話って生き物だから、うん、それがそうあのつまらなくなってくるとやっぱコンテンツも微妙になるし、だから多分これここまで聞いてくれる人いるかわからないけど、でも多分聞いてくれてる人は多分楽しいと思ってくれると思う、うん、まあそうですね。マジか。あ、なんか頼む。デザート食べます。あ、そうだね。デザート行こう。デザートちょっと。女子力高い。あ、おすすめなんですか。お姉さんはデザートじゃない。やばいやばい。一応音声撮った。音声撮った。あ、じゃあこっち。同じやつなんですか。違う？こちら季節限定のデザートで。あ、そうなん。じゃあ僕抹茶のもっちり。クズムース、はい、女子力高いクズなんで確かに俺もクズだからクズお願いしますかしこまりました、はい、まあ日本国家も苔のムースって言いますね。そう、あとね、あのそう今クズが出たから、うん、なんかね俺はなんかね自分のことがクズだと思ってるからそうクズゴミ、うん、雑草って思ってるから、あ、なんかね自己評価をめっちゃ低めにしてるっていう、あ、だからなんかやらんとあかんなみたいな。自己評価が高かったら寝てるとこ動画撮れない、うん、でもあれなんですよね、その短さを、うん、短さがまたいいっていうねそういうのもあるじゃないですか。まあ人それぞれやけどね。そうなんですよね。まあやっぱりその共通して言えるのはやり続けられるまあまあまあそうやな、うん、言ってることコロコロ変わってもいいと思うんですけど、うん、やっぱ趣味一貫しなきゃいけないのは続けてるかどうか、続けてるかどうかなんですよ。言うこと別に変わってもいいと思うんですよね、うん、まあそれはね人それぞれ、うん、やっぱステージごとに考え方も変わるし、しょうがない。だから俺が仮想通貨めっちゃええねんって言い出すかもしれないけどね、うん、だから僕がディス動画撮らなくなってもうやめましょうよみたいなみんな仲良くやりましょうみたいなタイプになっちゃうかもしれないし、うん、まあでもそれはそれでまたコンテンツとして面白いんじゃないかなと思うけどね、うん、なんかその、ね、俺はそのずっとネットを見てきて思うことは、うん、結局みんなね売る時だけやって、うん、あとやんなくなるんだよね。そうだからそのまあお金を売り上げだけ上げて、うん、あとやんなくなるみたいな。あとはその自分の商品が買ってくれた人が、うん、あのやっぱりみんな買う時のモチベーションってすごくて、うん、いやもうガチでやるぞみたいな、うん、スポーツクラブ入る時のみんなのモチベーション毎日通うぞみたいな、うん、レベルだと思うんですよ、うん、結局月1通えばいい方、うん、レベルじゃないですか。まあそうやな、うん、ディズニーランドを年パス買ったけど手にできてる人のが多分少ないと思うんですよ。少ないね多分、うん、年パス買う時はもうガチでやるぞみたいな、うん、多分そうだと思うんですよ、うん、
だけど、まあ、それは塾も一緒で、うん、ドリアカ入る時もガチでやります、うん、吉田さん一緒ついてきますみたいな、うん、でもまあ音信不通になるじゃないですかそのうちね、そうやね基本的にはそうそうや、ねうん、基本的には音信不通になる人がまあ半分近くいると、うんまあ、それは僕の塾でも同じなんですけど、うん、そういう人たちをいわゆる音信不通にさせないサポートしたいっていう気持ちをすごい持ってて、うんやっぱりせっかく一度共感してくれて入ってくれた仲間だから、うん、しっかりとサポートしたいし、うん、そこから何か見つけてほしいって思うんですよね、うんうん、だから追加でお金取ることなくそこに新しいコンテンツを入れていくっていう考えは、うん、多分そうなんですよね。ドリアカの塾と僕の塾が似てるかと思ったんですけど、ね、なんか逆にでもそういう活動をしてると俺が新商品出すとドリアカ生の人が結構買ってくれるよね。あ結局のところだからそこではマネタイズできなかったとしても結局新商品出ると買ってくれたりとかするから、うんあうん、だからまあそういうなんか気持ちっていうか、うん、なんか心構えじゃないけどうんそうですね。だからなんか、うん、やっぱり、うん、優しさは大事かなと。まあ、だまあ結論そのみんなその優しさ優し売る時だけ優しくてそう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 だからそれはねで、うん、それで悲しい、ね、そうで買ってみたらなんか音信不通の販売者みたいなそうそうっていう人たちでそのぐるぐる回ってるから、うん、だからなんかちゃんとやってあげるっていうのが、うん、それだけ守っとけば、うん俺はもうずっとなんかドリアカも60歳までずっと無料で講義の提供あ明日は ドリアカのフォローアップ勉強会鹿児島からでやるけど、まあ、それは音声でやるんですか。あそれはライブライブでユーストでビデオカメラから直接発信できるから、まあ、それも25年間ずっとやるし毎月なんかまあせっかく入ってもらったからなんか変えてもらいたいよね。本当にだそういう気持ちでじゃないと続けられないしね。だあとはなんかね思うことがいつも思うことがもう俺めっちゃ勉強嫌いだったし頭悪いけどここまで来れたっていうのはそのネットに出会えたからチャンスもらえたし、うん、だから俺でもできるんだからやろうぜっていう、うん、こんなバカでもできたんだからできない絶対だドリアカ生の中で多分俺一番頭悪いと思ういや本当に、うん、だけどできてるから普通に俺より頭いい人がちゃんと素直にやったらもっと早く結果出るだろうし頭いいんだから、うん、俺はいつもそう思うけどね。だからまあやってもらえればね。だってなんかファンキー山田さんとかも塾の講師してたから、まあ、俺より頭いいよね。塾の講師してる人多いっすよね。そうで1年ぐらいでもうね今もう会社辞めて自由な生活してるしね。なんか何言おうとしたんだっけ今個人が成り上がるんだったら、うん、何もなくてまあ、ロイヤルに生まれてたら分かんないですよ、うん、王族の家庭の貴族とかロイヤルだったら分かんないけど、うん、ロイヤルじゃなかったら、うん、もう本当に一般家庭で、うん、だとしたらインコしかないかなと。いやインコしかないよネット使うしかないでしょだって食費用ゼロでいけるんだからインフォゼロインフォしかないしあとは、うん、だってなんか独立して起業してなんかお店持つとかはまあ絶対きついよね。だってそもそもお金必要やん、うん、独立して起業する人がその前段階でインフォやってたりする人もいますもんね、うんうん、結構そうだから独立してその起業して実業を始めるってすごいインフォから敷居高いんですけど、うん、それができたらまた一つのロールモデルになってそれもまたインフォになるなっていうのは僕の考えではあるんですよ、うんうんうん、だから僕がその、まあ、某フランチャイズに話行って、うん、なんでそのわざわざなんでそれなのかっていうと、うん、イメージ的にも面白いから、うん、でそこのオーナーっていうと、うん、やっぱり一つ色がつくし、うん、肩書きになるしブランドになるから、うん、っていうのも含めてインフォやってここまで行けたんだよが、うん、一個のフローになるなっていうのはまあ見えたから、うん、でそこでまた新しい
まあ、人が寄ってくるかっていうのも見えた、うんうん、だそういう扱い方で、まあ、レバーを効かせるっていうのもありかもしれない、うんうんうん、まあ、ただリスクがあるから、うん、まあ、余剰資金でやるっていうのは一緒ですけどね、うん、いや俺はもう本当になんかリアルに関してはもう趣味でやるべきだなと僕は思うよ、うん、だた逆に言うとインフォで1億作れないのにリアルで1億作れるかっていう、うん、あらりが少ないね。あらりがめっちゃ少ないリアルで、うん、リアルビジネスで1億作れるのかって話で、うん、どう思う？インフォであらりほぼ 100% なのに、うん、でしかもリアルより簡単でそれで1億作れない人間が、うん、リアルであらりめっちゃ少ないところで1億作れるかっていうと、うん、俺は難しいと思うけどね。それが実業で成功してる人のほとんどが実業から実業で成功してる、で実業で何回潰しても実業で頑張って成功してる人がいるっていう、まあまあまあ、だからインフォから実業で成功してる人がいないっていうのはもう吉谷さんが言ったその理論だからですよ、うんうん、だからみんながいかに今自分がぬるゲーな状態か分かってない。そうそうやね、まあ、ぬるくないですよ。 実情はぬるくないしほとんどの人が稼げてないんだけど、うん、その人たちにとって今ブルーオーシャンなわけじゃないですか、うん、今稼げてる人にとってはブルーオーシャンなわけじゃないですか、うん、それが他の世界でも他の人の世界でもそれがノーマルであるっていう風に勘違いすると痛いよっていうことですよね、うんうん、なコンビニのオーナーになりたいですって相談に来たからねやめとけみたいなそういう時期もありました、ね、あのコンビニどうすかみたいな、まあ、あの日々進化してるってことまあ見せ方だからあのさっき言った FC に関しては、うん、まあ面白いかなと思ったんだけど、うん、ただもうちょっと飽和してるから、うん、一旦やめて、うん、また違う業態も考えつつ、うん、あのインフォを進めると、うん、一番やばいのは、うん、実業に行ってインフォに戻ってくるっていうのはマジでダサい。いやでも俺見てるけど結構そのパターンめっちゃ多いよ悪いけどめちゃめちゃ多いよ。あのインフォで成功してインフォがその特にお金儲け系を扱ってると、まあ、外見が悪いから実業やって失敗してまたインフォも出てくる。出戻りもうでもそれってインフォでいいじゃん、うん、まあインフォでいいと思うけどね、うん、んあ、これが落ちた。っていうか、まあ、実業も楽しいんですけど、うん、でもね利益率がね、うん、低いからだからなんか物販成功すると、うん、いや物販やって手取りから入って、うん、そこでうまくいくと、うん、転売の授業やるじゃないですか、うん、で今度はそこで成功すると、うん、OEM やりだすんですよ。あ OEM 知ってます、うん、OEM やりだすんですよ。でもそれっても実業なんですよ、うん、OEM は、うん、結局海外の商品を自社製品として売っていくわけじゃないですか、うん、自社ブランドで、うん、だからなんか結局みんなそうやって最後は実業寄りになっていくんだけど、うん、商品を買うっていう元手が必要だから、うん、でこけたら全部損じゃないですか。そうやね、うん、いや売れなかったら損やから、うん、だから確かに好きな商品を自社ブランドで売れるっていうのは魅力的かもしれないけど、うん、実業なんですよね、うん、なんかみんな最後はそこに行くんだけど結局そこがうまくいかないで結局その損失はインフォで補填するっていう、うん、見てきてるんで、うん、俺はね人に何どんな白い目で見られようがもうここで生きていくっていう吉谷拓郎という生き方なるほどという生き方がていうか逆に言うと俺はこれしか知らないしこれしかやってこなかったから、うん、ただインフォの中で情報発信の、うん、その発信の仕方を変えればいいだけで、うん、俺40歳から投資やろうと思ってるから投資やり始めたら投資の情報流すし来年はブックメイク俺もやってブックメイクの情報流したりとか情報を発信するっていうのは変わらず何を発信するのか変えていく時代の流れとか状況に応じて投資は結局最後は何やるんですか。俺は FX やりたいね。なんで FX かっていうと世界市場だから世界のなんか FX で儲けるというか世界の為替の動きを見たいね。うーん世界の変動を見たいっていうなんか
あの俺と同年代でそのバックパッカーしながら FX やってた人と前にジョイントして、うん、で商品売ってたことがあってタメなの、うん、でその人はファンドマネージャーもやってて、で 何億っていうお金をこう運用してたりとかするすごい人なので、タメなので、その人が言ってたの、いや FX は何で面白いんですかとかインタビューとかいろいろしてて、うん、いや FX はもう世界の動きが見えるから、チャートを見ると世界 その人たちの心理とか見れたりとか、そこが面白いですみたいな。ああなるほどな、なるほどねみたいな。なんかすごいリスクが高いっていうことで、うん、僕はそんな、まあ、メンバーとかにはお勧めしなくて、うん、ブックで作ったお金は、うん、まあ、100万から500万ぐらい作れるから、うん、そのお金作ったら株式投資で回していこうよという話はしててるんですけど、うん、まあ、FX、まあ、そっか、まあ、その考えはすごいですね。その考えは僕持ってなかったですね。確かに世界市場ですね。そうなんだ。だから俺はなんか FX で大きくなんで情報発信すればそこで儲けられるからでそうですよ。だから FX で10万でもいいね、うん、5万でも、うん、そうじゃん別に、うん、だから1000万運用して月に30万でいいね、うん、とか、うん、だからそれだったら無理なトレードしなくていいわけじゃん、まあ、そうそう、だから無理なトレードする人は5万を1億にしたいとか、うん、FX で、うん、まあ、そういうギャンブル的なじゃなくて、うんうん、世界の動きを見つつ安定的に取っていくっていう、うんうんうん、っていう運用方法、うんうんうん、でなんでそっちの方がチャンスがあるかっていうと、300ほぼ24時間稼働してるし、世界で動い、うん、もうロンドン市場とか、うん、もう時間ごとに市場が変わってずっと動いてるから、うんうん、株式だと朝9時から朝、うん、あ午後3時かな、そうですね、そうですね、8時から。だ僕最近注意逆転してるんで、起きたら株買えねえみたいな、うん、あれ株買えねえじゃんみたいな、売れねえしみたいな、だからもう決まってるじゃん、うん、株式の市場って。日経225もそうだけど、うん、だから逆に言うと日経225とかももう決まっちゃってるから、株とかもそうだけど、うん、ある一定のルールを覚えると勝ちやすいってのはあるよ、うん、だってそこでしか取引されないから、うん、確かに。だから値動きする時間帯とかもあるし、うん、そこの一定のルールの歪み見つけちゃうと簡単、うん、これめっちゃうまかったっすね。これうまいね。これうまかったっすね。あのお姉さんのうまそうだよな。確かに。あのお手が綺麗だったよね。うん。なるほどな。な、俺はそういう考え方で FX の情報を発信していく、うんうん。なんで FX がいいんですか？いや、世界の値動きも見れて、為替が見れて、うんうんうん、世界の情報っていうのも、その今まで取ろうとしてなかった情報を取りに行くじゃん。うんうん、アメリカの動きだったりとか、いろんな国の動きっていうのを見に行って、うんうん、地球を見れるっていう。ああ確かに。アース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  FX みたいな。そうですね、なんかあれですね、アースプロジェクト、アースプロジェクトローンチ始まりそうLP めっちゃでっかい地球を置いてある。ドーンみたいな。でもそういう考え方でやってる人あんまいないのと思うんだよね。僕来年からその僕が運用してる塾ゴールデンコンパス の、うん、見せ方をちょっと変えようと思って、うん、どういう見せ方にするかっていうと、うん、今までは、まあ、どういう塾か、どういったブックメーカーの塾っていうと、うん、まあ、そのブックメーカーに迎合するじゃないけど、うん、勝ちすぎないように調整しながらやりましょうねとか、うん、その、まあ、1回の額調整しましょうねとかじゃなくて、うん、もうベッド36でぶっ潰すぞみたいな。もう俺たちだけで利益650億円ぶっこ抜くぞみたいな。もうアカウント凍結されたらまた新しいアカウントを複製し続けて、もうありとあらゆるあらりをぶち抜き続けるみたいな。面白いね、うん、っていうタイトルで LP もうベッド36のエンブレムがバシーンに2つに割れてるみたいな感じのエンブレム使った副題でベッド36ぶっ潰すみたいな。最強トレーダーチームここに結成みたいな。いいじゃんそれ。だそれをもう来年からやろうと思ってて、この切り口から入る人はまずいないから、うんうん、攻める、うん、で僕が成功した理由もやっぱ攻めたからだし、うんうん、だここで来年またもう一回攻める、うんうん、っていうのを考えてますね。いやそれめっちゃ面白いね、うん、そうなんですよ。だからまあさっきお風呂で行って、まあ、ここでは言わないですけど、それらいろ肩書きをつけると、まあ、売りやすいじゃんみたいな感じしたじゃないですか。だからあれもそうなんですけど、まあ、その見せ方を変えるとまたそこでの自信がつくじゃないですか。その入る前からおおこれな夢があるなみたいな、うん、ベッドさんのぶっ潰すのこいつらみたいな、面白いじゃん夢あるなみたいな、うん、まあ夢ビジネスだからね、うん、まあそうっすけど、まあでも本当に100万から300万ぐらいはもう自信持って絶対作れるって言えますから、うん、僕ブックメーカーで、うん、だそこが強いよね、うん、実際やってるから。だってマジで YouTube に載せてるやつらエビデンス出さないと思う、うん、僕個人で LINE してもいや
ヒストリーは見せますけど、うん、入出金は見せませんみたいな、いやなんでやねんみたいな、うん、まあ、ただもう僕もそんな叩かなくてもよくなってきたから叩いてないですけど、うんうん、でももうみんな分かってくるじゃないですか、僕がそう言ってるから、うん、結局セミナー行っても突っ込むし、そこで突っ込んで聞かれて答えらんなければ変われないしっていう、うん、だからなんだろう、自分で言うのもなんですけど、いい流れをあの界隈に持ち込んだかなっていう、うん、逆に言えばいつ殺されてもおかしくないっていう、うん、いやでもまあちっちゃくやってれば大丈夫だ、うん、気にしてないと思う、うん、だそれをなんか無料オプトで大々的に広告かけてなんか叩いてるだったら微妙だけど、うん、本当地味にやってれば全然、うん、だ地味に億万長者でいいと思う、うん、地味に億万長者で、億万長者を定義で調べたら1億円持ってる人なんですよね、うん、もう結構簡単じゃないですか、うん、だからね、なんか俺はもうなんかその億万長者とかも興味ないの、なんかもう見てきてるから、売り上げとかもこう見てきてるから、なんかそのそれよりかはなんかお金、まあお金は自分の生きていく分稼いでいかないといけないけど、なんかそれよりも自分の好きなことやって自分の時間を今を楽しむっていうか、もうあんまり良くないんですよ、俺もうほぼないね、ないから鹿児島に入れるっていうのがあるかもしれないないね、うん、だからそもそもあとコンテンツメーカーだから、鹿児島からコンテンツ届けた方が絵的にも面白いだろうし、あ、だから田舎から動画撮ってるとか、あの田んぼで動画撮ってるとかいないじゃん。年間何日ぐらい住んでるんですか今、今年は。今年はね、半年間ぐらいだった。あ、いたんですね、ちゃんと半年は。一応いたよ、だから5月ぐらいまだ結構いた。あ、だからでも来年、まあ、今年の東京の仕事がもうちょっとで落ち着くから、もう一つローンあのやって、だそしたらもうなくなるから、多分来年ぐらいから鹿児島で結構腹据えてやれんじゃないかなって。自分のオフィスの方が落ち着きませんか、やっぱりその自分の家の方が仕事をやるっていう環境で落ち着く。ああ、でもね、僕はなんとか友達と一緒にとか、友達っていうかビジネスパートナーと一緒に外でそのスタバだったり、うん、あのいわゆるカフェだったりでやったりしたんですけど、うんうん、やっぱり家でそのゲームつけて、パソコン置いて、うん、あの本置いて、ゲーム、パソコン、本をローテしながらだんだん作業進んでいく感じがするんですね。だから4時間必要なんですよ、一記事書くの。俺はね、なんかね、逆やね。俺はなんか人に見られてるっていう緊張感でやった方が進むから、なんか鹿児島行ってもそのジョナサン行ったりとか、ファミレス行ってガーってやる。なんか1回3店舗移動したとか言ってました。そう、4店舗ぐらい移動したこともある。1仕事終わった、例えば1記事終わったら次みたいな。なんかその緊張感があった方が、で緊張感があって人がいて、俺はもう音楽聴くから、まあその雑音は聞こえなくなるの。なんか音楽一人の世界に入って、でも周りは人がいるみたいな。そうなの、勉強スターバックスやってる人みたいですね。そう、だからもう周りの緊張感を感じつつ一人の世界に入り込んでグワーってやるみたいな。ああ、そういう感じか。俺はそっちの方がね、やりやすい、うん、あ、もちろん事務所でもやるけど、やっぱ同じ環境だとどうしても飽きてきちゃうから。ああ、確かにな、環境は確かに。そう、なんか遊び道具が目の前にないと、なんかその長い時間かけていいものを1個作ろうかな、うん、ああ、そうそう、1日2記事以上更新するのは SEO 的にもあんまり良くないから、うんうん、1日1記事って考えると、その1記事をいいものにしたいと思うんですよね、うん、だから今日もその吉谷さんと会う前に2時間あったんですけど、うん、その2時間っていうのは微妙じゃないですか、うん、待ち合わせまでの2時間で微妙で、うん、あの、まあ、筋トレ行くかブログ書くかに当てようと思ったんですけど、うん、筋トレ行ったらまあ余裕で会えるんですけど、うん、2時間っていう制約の中でブログ書くとなると、うん、いわゆるアイデアを早く回転させていかなきゃいけなくて、うん、最終的に完成した後にどうせまた家帰った後、うん、あの文字を起こして、うん、あのちょっと添削し直してまたちょっと付け加えたりするんじゃないのかなと思ったら、うん、やっぱりそれは家帰ってゆっくり腰据えてやった方がいいかな。あ、なるほどね、うん、まあ人それぞれですよね。まあそうそう、まあ自分がやりやすい、うん、なんだろう、大事なのはやり続けることですから。そう、まあまあそうやな。まあ結論そうなんだけど、うん、そうなんだ、うん、みんなできないからね。まあでもなんかな、今日やっぱ僕たちがこう話してることって、うん、まあ、結局人が届かないところからなんか殴ってる感じになってません？やっぱり、いや、まあまあそれはそれでいいんじゃない？だってやっぱり結局だって、うん、あの時間あるからできるよって言われて、まあそうやなっていう、うん、
やでもねそれしょうがないと思うよ、うん、だから、まあ、話のなんか中盤下であったけどそのサラリーマンやりながらってあったじゃん、うん、でサラリーマンやりながらだと結局じゃあその2時間を甘えちゃうしだってもうこう、うん、仕事頑張ってその状態でやらんとあかんから俺は別にそれでできないんだ仕事辞めちゃって、うん、別にバイトでも生きていけばいい。バイトだからバイトならね、うん、なんか腹くくればいいと思う。なんかネットで俺は食っていくんだっていう腹くくれば、うん、やるじゃん。で時間もあるじゃん。でそれで収入が足りないんだったらバイトすればいいし、うん、いやまあ実はその、まあ、僕のやってる塾の講師になった人は、うんうん先月までパチンコ屋の店長だったの。あ、なんか言ってたね。で、あの辞めましたね、この、うん、昨日辞めましたね、一昨日か。あ、マジで一昨日辞めて、うん、あの今日の段階でもさっき LINE したんですけど、うん、もうジモティ、うん、セミナーズ、コクチーズ、うんイベントフォース、うん、全部登録して、うん、であのボーナスをで来月のボーナス出るのが来月の8日らしくて、うん、来月の8日になるとパソコン買えないから、うん、とりあえず今のうちにも全部登録して、うん、あの今日中に登録したんですよ。で登録してであのもう今すぐコピーこれ全部見て、うん、あのとりあえずあの僕と次会うまでに10人の人と会いますみたいな。いわゆる相対でまず話す。だからもう YouTube は結局僕もやってるし、うん、でブックメーカーだったら結局僕が一番強いから、うん、であとはその、まあ、僕の、講師ももう一人いてその講師もブックメーカーの動画出してるから、うん、そしたらそこで僕たち二人と戦うのは彼にとっては分が悪いじゃないですか、うん、だって YouTube のノウハウないから、うん、そしたら彼は相対で会うっていう、うん、いわゆるだから自分のいわゆる元々の地位を生かして、うん、パチンコの店長だったっていう地位を生かして、うん、相対で会うだからいわゆるもうなんマニュアル、うん、マニュアルで会って、うん、そういうコンサルするイメージのがいいかなと思ったんですよね、うんうんうん、そしたらあのやっぱりそういうイベント系の、うん、ジモティとかでその自分で会って、うん、そこで集客した方がいいんじゃないっていうことで彼にそれ勧めたらもう1日で全部やって。おすごいじゃん。でも今日から早速やってましたけど、いやジモティはね穴場だよ。なんか俺ね一回偵察行ったもん。洗濯機の話。あ、洗濯機じゃなくて それもあるんだけど、その洗濯機とか売ってた時にそのジモティでセミナーやってるとか勉強会やってるっていう情報もあって、おこれどうなんだろうって俺行ったの。セミナーに。そう、セミナーっていうかそのカフェに、うん、その女の子がウェブを教えるみたいな、まあ、女の子目当てもあったんだけどで行ったら、うんまあ、その大学生の子が2人いて、うん、でウェブ その知識を教えてたんだけど、うん、飲みましょう。でそのなんかそのウェブ なんかそのブログの構築とか だけど俺はもう知ってるから、まあ、こういう理由で来たんだよみたいな。であのちょっと普通の話とはちょっと上の話を始めて、であの集客どうなのジモティみたいな。いや実はジモティあの今日あの昨日もそうだったんですけど、なんかジモティで応募したら例えば今ここにいるやん、うん、今ここにいるやん、で今人に会いたい、えマジ、うん、で今始まる、そう今ここにジモティで登録して1時間後に来るっていう。マジか。でジモティでその集客できないってことないですっていうことを言っててマジでみたいな。でその後そんな国だった。そう。そんな国だ。だまあ女っていうのもあるよ。今会えますか、うん、今ここにいるんですけど会える人いますか、こういう勉強会やってるんですけどみたいな。あ今女性講師作ってるんだけど、その女性講師はだから女は熱い。熱い。そう。だからそのまあどういう餌でもいいんだけど、その女っていう武器があるから女性が教えてます。序盤に話したあれですね。Facebook のノウハウの。そう。だからすごいなマジでみたいな、うん、1時間で来るのみたいな。来ますよみたいな。だ今なんかお客さんいないから今募集かけるみたいな。で今来るみたいな。でそれでまあ彼にその全部のプラットフォーム使ってもらって、うん、それ集客できるんだったらそこに僕も参戦できるしみたいな。まあ、そうあとはそのファンキー山田さんがこの前栃木かなんかのセミナーやった時にジモティ使ってジモティから8人か7人集客してました。でしかもジモティはなんかでも若いって言ってたよね、層が。うん、若い層っていうのあでもまあでもそうか。でもそのなんだろうな、最近俺ドリアカに入ってきた子もその福島から来た子がいるんだけど、その子20歳だし、だからその結局その向上心があれば払う。向上心だ。向上心があればだって福島からわざわざ来るし、この前ドリアカね30万払ったし。どこから入ってきたんですか。入り口は、入り口は紹介で入ってきた。あだって俺の媒体って基本的にその30から40、50の人が見てるから、うん、最近はその紹介で若い子が入ってきたりとかするね。
女子だその若い子が若い子を紹介したりとかして女子大生もそろそろそうそう一人女子大生ねそうなんですよで今女性の会員が3人いて、うん、その2人が講師候補で、うん、これだから5人とか6人になってくると、うんまあ、そのあれなんですよねあの BCG あの BKG っていうブックメーカーガールっていう、うん、あの新しいそのプロジェクトが開発されるっていういいね案はいろいろいくらでもあるんですよいやめちゃめちゃいいやんそれ、うん、えそれいいよくね、うんだからブックメーカーガールいいねだからもう BKG だけでもうあの YouTube 選挙できちゃうんですよいやいけるね BKG ガール、うん、今日はみたいなそう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 で彼女たちも運用で勝つみたいなねで結局運用で勝てばもうだから僕はその信じてしか言わないですけど運用で勝ってヒストリーエビデンスそれからデポジット入出金全部見せれば、うん、めっちゃ入ると思うんですよだっていややばいねだってみんな稼ぎたいしそれが本当に稼げるんであれば、うん、やっぱみんなやりたいし、うん、それがやっぱ女の子であればプラスアルファでしょっていうBKG 作戦は、うん、あのまあ、考えていや BKG いいね BKG いやそれめっちゃいいめちゃくちゃいいんですよだからそこでそのだから入会金を落とそうかっていう考えを一瞬思ったんだけどそこでダンピングは良くないなと思ったのは、うん、やっぱりちゃんとした人に入ってもらいたいから、うん、だから値段を落とさないけども BKG の夢は捨てないよっていうのが僕 の, その来年その BKG やりたいと思ってて、うん、今100人いるんですけど、うん、その中で3人ですよね、うん、つまり30人に1人は入ってくるんですよ女性がはい。クリクラストだねあ大丈夫です。はい。いや BKG いいね。BKG いいんですよ。うん、やばい。BK、バズるね。BKG もいいし、さっき言ったその副題もいいし、うん、あの別産6号ぶっつぶせみたいな感じの副題もいいし、うん、みたいな来年ももっとバズるかなと思うんですよね。だからいろんなアイデアをあのやっぱりあの頭の中で膨らましてるんで。うんだからやっぱそういう意味でも1日2時間じゃなくて4時間欲しいかな作業はって思うんですよ、うん、なんかやっぱ休む時間も大事だから、うん、寝る時間と休むと違うのは別だなって思うし、うん、まさやね休んでってやってる時もやっぱ間って湧くじゃないですか、うん、あみたいな、うんうん、いや BKG いいね BKG いいんですよねだからそのBKG47 でいいじゃん47人ガチで集まるもうそれなんか広告打たないとトラック走らせないと無理です、うんいやだからそういう意味でなんかあのブックメーカーを入り口にして入ってくる人も稼げるし、うん、だからその中に入ってきた人たちも満足するしっていうコミュニティを来年はちょっとちゃんと構築していきたいかなとそういう意味でもやっぱり、うん、入り口は広げなきゃいけないしでもちゃんと構築しなきゃいけないやっぱブログはがっつりやってそうなんですよねブログがっつりやっちゃうともうあの LINE アットいらないっていうのもあるし、うん、ブログと YouTube だけでもう入り口はもう全然できるかなって、うん、LINE アット投稿し続けるのは本当にブロック増やすだけなんで、うん、嫌じゃないですか毎日めっちゃ来たら、うんうん、また来年は Facebook っすかねちゃんとやっていこうかなと思って、うん、ただあの人数増やしてるだけじゃしょうがないんで興味付けしていかなきゃいけないから、うんうんまた車ですか車でバズるかなっていうランボでバズるかなランボでバズりそうだね、まあ、間違いなくバズりますよね、うん、食事の写真載せてるのとは訳違いますからねランボはねパンチあるねパンチありますね、うん、パンチあるねなんかフェラーリと同等なんですけどフェラーリよりなんかパンチあるんですよパンチあるねやっぱ見た目なんでしょうねいや多分ねもうねフェラーリはね見飽きられてるっていうのはあると思う、うん、なんかそのしかもちょっとフェラーリの方が少し安いんですよ、うん不動産ですかね値段的にそうやねいや大学生でランボは結構パンチあるようん、うん、まあでも大学生といえばもう24なんで20代前半でランボ乗るっていうのはインパクトあるかなまあそれもあるけど、うん、でもまだ大学生の肩書きもあるから、うん、大学生でランボは結構パンチあると思う、うんうん、そうなんですよねでもそれで本一発出す紙を、うんいやいいんじゃない楽しいですねだいぶ喋ったね2時間ぐらい喋ったねすごいね、うん、特になんか尽きることなく普通の雑談でしたけど、ね、まあ普通の雑談で、ね、まあいいんじゃない、うん、まあでも俺もハイボールやってるけどもう雑談でしかないからね、うん、だから雑談をコンテンツにできるようじゃないと、うん、いわゆる1個のコンテンツメーカーだけだと、うん、全てを扱うコンテンツメーカーならいいんですけど1個だけを扱うとかだと、うん、そこの配線が途絶えると終わっちゃうから、うんうん、いやだってテレビ番組もそうじゃん、うん、こういうそのなんか雑談みたいなのもあるし、うん、教育もあるしお笑いもあるし、うん、いっぱいあるじゃん、うん、だから俺はもう
俺の YouTube チャンネルは総合チャンネルだ。 NHK から12ちゃんまで全部あるみたいな、あっていうイメージで作ってるけどね。 R12 チャンネル R12 チャンネル R34 チャンネルみたいなやばいっすね、うん、BS も CS も全部入ってるみたいな やばいっすね。もうなんか今度俺ドラマとか映画もほんと作りたいなと思ってて、今度やりたいことが、だから俺も脚本っていうか、まあそのなんだろう、もう書いてきたから、うん、キャスティング集めて、なんかこの前ライブやってたら、いや吉田さんのドラマ出たいですみたいな。だからその借金地獄からどうやって成り上がるかみたいなそのドラマ。あ、吉田さん卓球をやる。僕なんかあの通り人で出てるみたいな。やりたいこといっぱいあるね。やりたいことはいっぱいあるけど欲がないっていう。ああ、そうだね。欲はもう、だやりたいことあるけど欲がないっていうのがやっぱいいと思うんですよね。でやりたいことって結局そのだから自分がやって楽しいことじゃないですか。そうだね。でそれをみんな見ていたいと思うから、うん、逆に金儲けしたいから、金儲けしたいからブログやる、金儲けしたいから YouTube 撮るとかだと続かないし、そんな動画見、うん、誰が見ても面白くないから。エホはなんかあの共感というか、自分が楽しいことやってると、その例えばそのなんかワイワイ騒いでるの見ると楽しそうだなと思うのと一緒で、自分が楽しんでると、まだ来てないですね。自分が楽しいことやり続ければそれに共鳴してくれる人が出てくるから、結局なんか自分が楽しいか楽しくないかっていうのは結構大事だと思うけどね。もちろんその辛い部分を乗り越えるっていうのも大事なんだけど、まあそれはね結構マインドセットないと無理だし。いやーちょっとね、もう僕も今目標があって、あのまあ僕もブログのテンプレート今全然気に入ってなくて、なんか100記事がっつり、1680。あ、はい、あ、いいよ、いいですか。いいよ。あ、すいません。あ、大丈夫です。ごちそうさまです。よし。ありがとうございます。はい、ドリアカの講義の方。ドリアカの講義の方。よろしくお願いします。結構僕は頑張ってますからね。いや、もう本当に、もう、そうですよね。総額。なんかあの、この前、あの、前なんかご飯をおごった時に、あれ、吉谷さんとこれ一緒にご飯行けば100万円分回収できるんじゃないかって。あ、だからあと90回行かせていただきますみたいなこと、行きましたね。行って、おすこみたいな。なんか そうなんですよね。なんか何回か行ってなんか毎回出してもらってるじゃないですか、はい、でなんか僕は逆の立場だったら、うん、なんかここまで出しててなんか次からなんかちょっと出してみたいなんて言えなくなるっていうのがあって、いやでも俺はね、もう あのある一定の段階でお前払えみたいな。あ、これ切り返して聞いてあ、お前払えみたいな、キラーパスみたいな。じゃあ財布持っていかないんじゃない。あれ俺財布ないけどみたいな。あれ2000万あるから大丈夫だよで、うってそうなんです。道理的には全然あり。いやな、その100記事書いて、うん、テンプレートを変えて、うん、なんかもっといい見栄えにして、うん、なんかもっといろんな人が見てくれる。で今度はそのブックメーカーのノウハウ試験も載せてないけど、うん、今度はその自分の話もちょっとブログに入れていきながら、うん、いわゆるその SEO が落ちないように自分の話も入れていくと、うん、また他のことで興味づけできるなっていうふうに思ってるから、うん、そういう内容も入れていきたいなって考えてるね、うん、将来的には。だからブログを何個か分散して作ってもいいかもしれないんだけど、うん、できればその1個のブログで全部を見れるような感じ。いやそれがね、うん、俺もいろいろやってきたけど、もちろんその分散してやるっていう考え方もあるんだけど、ブログ何個分散する、そう、1人でやるってなるとやっぱ1つに集中して全部そこにあるっていうのが、うん、俺はなんかね やりやすいね、うんうん、なんか企業じゃないとそれできないかなっていう、うん、だからそれライターさんとかいればいいけどね、うん、はい、やっぱりそのどんなに大きくなっても自分のブログは自分で書きたいですよね。やっぱりそれはいいんじゃない。だそこはやっぱりなんだろう、あのやっぱライターが書いてるもん見たいと思わないと思うんですよ、うんうん、いや俺もねそうやね今、うん、そのまあ、ライター業務をちょっとね、まあ、プロモーションもちょっとやったけど、うん、もうね10年間ゴーストやってきたから、うん、正直自分が書きたいものを書きたいなっていうのがすげえあって、うんうん、
なんか丸々ですっていうのもきついなっていう、うん、だからまずは Facebook の、うん、あのタイムラインでいいからその自分の考えを変えて書いていくみたいな、うん、20代は諦めの年齢だみたいな誰も言わないじゃないですか20代が諦めの年齢なんて、うん、そうやね、うん、で諦めから諦めは本当のソリューションだよみたいな諦めが全ての解決策だみたいなまず諦めろみたいな諦める力諦める力、まあ、諦める力よく言うじゃないですか、うん、嫌われる力とか諦める力、うん、何々の力みたいな言うじゃないですか、うん、だけど諦めが最大の解決策だとか、うん、20代は諦めの年齢だったら誰も言わないみたいな、うん、だそういうことを書いていくみたいな、うん、あとは頑張ってるフリーみたいなあとはその勧誘ではなくて提案する力、うん、あーセールスの力じゃん提案する力いいね、うん、そうなんですよねセールスはあの相手にやっぱその高圧的上から圧力をかけていくんですけど、うん、提案っていうのは相手と同じ目線に立って、うん、そのどうですかみたいな、うん、いや別に僕はどっちでもいいですよ、うん、っていうんだと相手はそのいわゆる自由だし、うんうん、自分で取捨選択できるから、うん、その人のセンスが問われる、うんうん、でもその人のセンスが問われた方が最終的にその人のためになるかなとそうやね後悔しないしそう、だからそうそうそうやねだから今まで俺もセールスいっぱいしてきたけど、うん、そのドリアカに関しては、うん、相手に出世しあの高額な商品に関してはお問い合わせもらって、うん、で一通メール送って、まあ、動画でちょっと言って終了だ今まではなんかステップメールで追い込んでもうあと あともう少しで終了だよみたいな、うん、とかセールスレターバーって書いてたけど今もうやってないね、うん、だからその安い商品はやるよ安いから、うんうん、でも高いやつに関してはちゃんと自分で決めてほしいし、うん、じゃないとなんかいろいろ売ってきて思ったことが売り上げは作れるけどお客さんのためになんないなっていう、うん結局だってなんかは それで売っちゃうと、まあ、入ればなんかうまくいくんじゃないみたいな、うんうん、いや入っても自分がやらないと無理じゃん、うんうん、だから最初の段階で自分でちゃんとここに入って自分で稼ぐっていうのを決めて入ってもらった方が流れ的にいいよね、うんうん、あドリームアカデミア興味ある人は、うん、あの1本の動画送ってそこで吉谷が説明してるんですかそうそうだからセールスレターないもんだから今メールで売ってるだからなんか YouTube でドリアカやりますって興味ある人はお問い合わせくださいっつってまずお問い合わせしてもらってお問い合わせした人だけにメールでバーってあー、まあ、メールちょっと長文だけどあでそれに動画ちょっと添えて僕は電話で話しちゃってるんですけど電話でもいいですかね全然いいよ、うん、なんか動画も入れた方がいいのかなと思ったんだけどでも動画見る前に多分電話するだろうなみたいな、うん、会いたい いや全然電話でいいよ、うん、俺はどちらかというと動画の方がやりやすいからあ全然電話でもいいと思う、うん、昔俺電話やってたしね電話相談ずっとやってたから、うん、電話ができるなら全然電話でいいしまあ、まずはあれですね1円の商品からですねそうやな1円の商品売れなかったらね売れないっすね何もできないだろうっていうてか1円の商品売れなかったらアフリエイトもきついと思うんだよね確かに1円売れないでまあ無料ね無料のアフリエイトもあるけどまあ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 大げさに言ってそれだけど、まあ、909円990円からでもいいと思いますけどねそこからまあ売って、うん、でまあその、まあ、僕の知り合いがまあ物販でプレイヤーとして月商1000万を達成したいって言ってて、うん、でも達成できそうなんですけど、うん、じゃ達成できたら月商1000万達成できたらもう僕が彼のいわゆるあの商材をプロモーションするよ、うん、僕はプロモーションして僕も教材作るの手伝って、うん、でそれをまあフロント1万円、うん、バック10万円で売って、うん、半年のサポートでやろうよみたいな話してるんですけど、うんうん、だからもうあれですよねその代理店だけじゃなくてなんかプロモーションする側にも回っちゃうのもいいかもしれないですね一緒に作るみたいなあそれもいいね、うん、一緒にその教材をプロデュースするみたいな、うんその一緒に教材をプロデュースするっていう意味でも来年始めたいその集客とリスト取りの塾は面白いかなと思ってるんですけどね、うん、また新しい切り口で、うん、僕が初めてその自分をコンテンツにして売るものだから、うんうんまあ、この2つの柱でやっていきたいなと、うん、ということで2時間18分、はい、誰もここまで見ないな超対策だね。そうですね。だいぶ超対策になったね。これメルマガンに流してほしいですか。え？これメルマガンには YouTube に載せてもこう全部見ないような気がする。いやまあ見る人は見んじゃない。見るとか聞くというか分かんないけど。まあ、まあ最後まで聞いていただいた方はありがとうございます。まあくっちゃべってましたけど。うん、まあでもねハイボール研究所も2時間がやる場合あるからね。もう最後まで見てる人もいるし。
サムネすごい顔芸になった。そうそう顔芸してあれはね iPhone でやってるんだけど、最初ライブ放送する前にスクショを撮る321みたいな、うん、スクショ撮ってからライブなの。あれ外でなんか動画撮ってる時あるじゃないですか、うん、どうもって言って、うん、あれって iPhone で撮ってるんですか。全部 iPhone 今。あ、そうなんですか。 iPhone であの画質出るんですね。全部 iPhone 今。いや動画は基本全部 iPhone 出る。あ、じゃあこのカメラの動画ボタンを押して。そう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 、動画から、基本全部 iPhone で、そのドリームアカデミアとかセミナーはビデオカメラ、うん、その離れてるところで話したりするから音声あの、うん、これだとどうしても限界あるじゃん。まあそうですね、うん、はい、ではなんか最後一言あれば。いや、まあそうですね、これからやっぱり情報商材っていうのはまあどんどんこれからも増えていくだろうし、でもっとやっぱりネットビジネスっていうのがもっと身近になってくると思うから、だからあのより本物で、丁寧なものがねどん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 やっぱり流行っていくかなと思いますんで、うん、あのまずは100円とか1000円とかそういう商品からまあ作って、うんうん、まあ、吉谷さんの下でやれば間違いないですということでありがとうございます。はい、ということで、彼のブックメーカーか分かんないですけど、なんかコンテンツ提供していただけるっていうサウナでもお話があったので、うん、はい、ぜひ楽しみにしていてください。では、おります。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。はい。